はい、えー、それではですね論文式本試験に向けた学習切り替え法ということで、えー、まあ財務会計論についてですね、えー、お話をさせていただきます、えー、担当しますのはレックスにこしかげまと申しますよろしくお願いしますはい、えー、そうしましたらですね早速なんですけれどもお手元にですね、えー、こちらあのレジュメがあるかと思いますのでこちらのをですね使いながら、えー、簡単に 8月の論文式試験に向けてどう戦略を練っていくのかというところをお話しさせていただきます。まず本日、担当式本試験の合格発表を迎えておそらくこの動画をお聞きになられている方分析会に出席されている方はあ今日合格発表でなんとか担当を突破したという方だと思いますのでそちらについてはまず第一段階の結果が出たということでほっとしている方も多いと思いますけれどもただ、5月担当合格者は。 まあそういったね、ほっとしている間もなくですね、もう2ヶ月後には、えー、論文試験試験がやってきます。 息をついて、ちょっと落ち着きたい、休憩したいという気持ちもあるかと思いますけれども、ここで休んでいるとですね、かなり差が開いてしまいますし、12月生や仮年度生はですね、今なお勉強しているところですから、なんとかですね、そこに負けないようにですね、やっていく必要があります。効果的かつ効率的に学習を進めていく必要がありますので、もう残り2ヶ月ですね、まあその5月担当を突破して勢いでですね、えー、突っ走って、 いただければ8月合格のチャンスってのも見えてきますので、えー、まずね諦めずにこう粘り強く勉強を進めていくというところですね、えー、これを念頭において、えー、頑張っていきましょうはいで、えー、財務会計論についてですね、えー、レジュメの方開けてくださいはい、えー まあ、論文式栄養試験グレートというタイトルで,です、ね、1ページ目ありますけれども、えーまあ、今まで,です、ね、担当の勉強を中心に見てきましたじゃあ論文式本試験ってどういったものか、ね、で詳しくは、えー、論文式の講座の中で,です、ね、お話をしています、ね、なので、まあ、1回目の講義なんかもです、ね、簡単に聞いてもらえれば論文式本試験の過去問も,もです、ね、配っていますので、えーまあ、その中で把握していただければと思いますが、えーまあ、今日は、ね、簡単にその、えーまあ、足がかりとして 説明をさせていただきます、はいでえー、論文式の式はですは、ね、財務会計論は大問三大構成で、まあ、第3問第4問第5問という構成になっていて、まあ、1問目2問目というのは会計学午前というくらで管理会計論なんですね。 で3問目、4問目、5問目っていうのが会計学午後で財務会計論でまあ実施についてはですね、えー、中日ですね、えー、論文式試験の中日の午後に3時間かけて実施されます他の科目よりもですね1時間長いんですね他科目はですね2時間に対して財務会計論が3時間とはいで まあ学習としては担当マークだったものに対して、えー、論文式本試験は記述になります。ね、マークではありませんので、まあ、自分が覚えたことをえ書いていく、さらには自分の言葉で書いていくという、そういう力が必要になってきます。なので担当の時には知識をインプットする、ねえー、そういう勉強をしてきたと思いますが、ね、論文ではまあそれをですね、えー、自分の表現で書き出して、えー、そしてアウトプットしていくというです、ね、力が必要になってきます。はい。じゃあそのためにね、えー、どうしていくのかというところ、えー、それも含めて見ていきます。はい。 えーまあ、これ今お話したのはカッコの1番ですね、会計学の5号になりますね、で200点満点あの、これもですね、えー、実施時間が財務会議論、高項目に比べて1時間長いだけでなく、ですね配点もですね2倍になっていますので、まあ、非常に重要性の高い科目ということが言えます。はい、そして、ここ最近の論文資本式の特徴は、ですカッコの2番、長い文章を書かせる問題は減少傾向にあります減少傾向にあります。 えー、論文というと非常に長い文章をつらつらと書いていくというイメージを持たれる方多いと思いますけれども財務課計論は昨年度の論文式本試験 MAX のです、ね、回答行数は10行でした、まあ、10行だと結構長いと思うかもしれませんがそれはです、ね、1台だけなんですね。でそれもですね従行レベルの長い記述っていうのはかなり久々に出ているんですよ。 ここ数年はですね、イメージ。4行から6行ぐらいの文章を書かせる問題がこうたくさん出てるようなイメージを持ってください。なので、この文章力、論述力っていうのはあまり問われません。はい。レジュメ、後半にある通りですね、えー、論述力よりは問われていることを簡潔に答えることができるかが勝負ということで、ね、何が問われているのか、ね。その問われていることに対して、素直に要領力ですね、まとめて、えー、書いていくと。 この力が必要になってきますで逆に書きたい内容がたくさんあるんだけれども解読行数が短いので書ききれないっていう,です、ね、そういう悩みも結構出てくるんですよでこの時に必要となってくる力っていうのは問題がです、ね、何を聞いてるのか、ね、その聞いてる部分の中核をです、ね、しっかりと書いていくと、まあ、コアな部分ですねコアな部分を書いていき不要な部分をそぎ落としていくっていう,こう書く部分の取捨選択能力っていうものもここ最近問われています。 余分なことを書いて一番必要なことを書けないねこれだとですね点数があまりきませんねまあそのですね一つの覚えているフレーズの中でまあ何がね重要なのかね一つの論点の中で何が重要なのかということをですね常に意識していく勉強が必要になってきますただねまあ不安に思われている方も多いと思いますが長いね文章はそこまで書いていかないよとで当然財務が議論っていうのは簿記もありますから簿記の問題であれば数字を答える問題も出てきます。 価消却費の金額であったりだとかですね利益剰余金の金額であったりだとか、ねまあ、そういった数字を答える問題もありますので、ね、なので、まあ、全てが、ねえー、文章を書いていくと、えー、そういう問題、えー、そういう試験ではありませんと、はい、じゃあこの論文式試験にです、ね、どう対応していくのかどう戦略を立てていくのかというと、えー、もう財務会計論についてはインプットは圧縮講座を聞いいてください、ね、今年から5月担当合格者向けに論文圧縮インプット講座というのがあります。 それを聞くとコマ数は財務会計論は4コマで、まあ、必要なことをです、ね、最低限お話をしていますのでその講座を聞いて講座内で指摘した部分を押さえて覚えて臨んでいくと。なのでインプットはも圧縮講座です。インプットは圧縮講座を聞いていくと、はい、で、もうそのです、ね、やり方なんかも圧縮講座の中で,です、ね、お話をしていますので、ねえー、ここではお話ししませんけれどもとにかく圧縮講座をやっていくと。 で問題はまあアウトプット練習ですねアウトプット練習ねやっぱりあのー、担当の時もそうだったと思うんですけども覚えただけでは点数に結びつきません、ね、特にこの財務会計論ねまあ管理会計論もそうかもしれませんけども、ね、理解をしているっていうのと、ね、実際に手を動かして問題が解けるっていうのは、まあ、別物になります、ね、分かっていたら点数が取れるっていうそういう性質の科目ではありません、ね、なので、まあ、当然 圧縮講座でですね。インプットをして理解をしてまあ、担当の時にですね。覚えた知識っていうものの、えー、理由なんかをですね。えー、より深く押さえて、えー、で、じゃあ点数取れるかって言うとなかなか取れませんね。そこをちゃんとですね。書く力ね。アウトプットしてえー、まあ、問題に対して素直にですね。要領をよく簡潔に答えていくっていう。そういう力を養っていかなければいけませんで、その力を養っていくのがグレードアップトーレンになります。トーレはい。 なのであの、圧縮講座を聞いた後は、このグレードアップ当練ですね、えー。こちらを解いていただきたいと。で、グレードアップ当練はですね、全10回あります。で、模試もあるんで、えー、結局、本試験形式で問題を解く機会というのが11回ありますね。全部で11回。ねまあ、担当のときのポイントアップ当練みたいなものですね。ただ、今から2か月の期間の中で、11回の当練を、 時間をすべて測って本番形式で解いていくと時間はさすがになくなってしまいます、ね。インプットもしていかなければいけませんから。なので、当連もですね、まあ、7割、8割については、もう問題集代わりに使ってください。まあ、11回分ありますから、そのうち8回分ぐらいは問題集代わり。あとはね、3回ぐらいはちゃんと時間を測って時間配分の練習をしていくと。時間配分の練習をしていくと。なので、 特に、あの、当連の1回目から4回目までは、まあ、理論計算とともに、まあ、財務会計論については、まあ、私はですね、この基礎編というふうに位置づけています。グレードアップ当連の中でもですね、基礎編というふうに位置づけています。なので、1回目から4回目っていうのは、本当に基礎的な論点を、えー、習得していただくために、形式も本試験とは合わせていません。はい。なので、特に1回目から4回目までは、もう本当に問題集がありで、反映指定がありますんで、この理論問題集ですね、あの、 論文のインプット講義というのはです、ね、理論問題集という教材を使ってやっていくんですけれども理論問題集の該当箇所つまり範囲がです、ね、終わったら当連を問題集側に解いていくとである程度覚えていなければ全く解けませんので、えーまあ、一応、講義を聞いた後に自分で覚え込んでいくとでそれができているかどうかを、まあ、問題集側に、ねまあ、こういうふうに出されるんだというふうに考えながら問題集側にこう1回目から4回目までを使っていっていただきたいと。はい で特にこの5月合格者はです、ね、もう完全に応用論点とかは無視して構わないので基礎問題、典型問題で点を取っていくと基礎だけをとにかくきっちりと押さえていくと、はい、ですので、まあ、その基礎部分というのは1回目から4回目の答弁の中でかなり盛り込まれていますので、えーまあ、この部分をです、ねえー、まずは一番重要視して押さえていくと、はい、でそのグレードアップ答弁 にどういう論点を出したのかっていうのは、毎回当連のレジュメつけています。毎回当連レジュメつけてます。で、今日ですね、お配りした、まあ、この文、えー、学習切り替え法のレジュメの2ページ以降は、これはグレードアップ当連のレジュメと同じなんですね。つまり、出題のランク表、実績表を、今日ここでですね、皆さんに10回分、ね、もう10回終わっているんで、まあ、最後10回目はまだかな、実施は。えー 待っているのでそれをお付けしましたでですかまず1回目から4回目あの、ちょっと1回目から4回目になりますが、2ページ目見てください。ねまあ、これ1回目です1回目の出題実績で、えーまあ、これどういう論点が出たのかということ、ね、そしてまあ重要度と難易度なんですが、ねまあ、特に意識してもらいたいのはこのポイントリストというです、ね、この右から3列目の部分こです、ね、このポイントリストというところを見ると、 出題した問題が理論問題集のどのページの問題なのかっていうことが書いてあります。なので復習の時には必ず、ね、答練を当然ちゃんとやって復習するっていうのは当然ですけども、このポイントリストに戻って、ね、指摘してありますから、該当ポイントリスト、ページに戻って、そのポイントリストの方でフィードバックして勉強していってください。これがすごい大事です。やっぱり答練で出題したところは重要性が高いところですから、ね、それを 普段勉強している教材に戻って体系的に整理していくっていうことが必要になってきます。当明の問題だけ解けても意味がないんですよ。当明の問題だけ解けるってことは、それが全,全く同じ問題が出れば点数取れるんですけども、ちょっとひねられたり角度が違ったり引き方が変われば、それ解けなくなってしまうんですね。それをポイントリストに戻ることによって、普段勉強している教材に戻ることによって、ね、体系的に整理できるようになりますから。なので必ず、ここですね。ポイントリストに戻っていくと。 でポイントリストはポイントリストで、えー、圧縮講座の中でランク表を配っていますから、まあ、そこと照らし合わせて当連で出た問題のポイントリストのページはより重要性が高いという認識で、えー、力を入れていくとで1回目から4回目までは基本的にはすべて重要なので1回目から4回目の、えー、当連プラスポイントリストは入念にやっていくと、はい、でじゃあ5回目から10回目どうかと。 5回目から10回目これ応用論点も入っていますし形式も本試験と同じような形式になっていますで全てやみこもに繰り返してやっていくと時間はなくなりますその勉強時間ですね財務会計だけやっていけばいいというわけではありませんし疎税法なんか新しい科目ですから相当時間がかかりますねただ今日はですねあの5回目から10回目までの答連の中で、えー、5月合格者が重点的に復習してもらいたいというところにチェックを入れていきますはい でまあ、あの私のものに入っているのでこのあとプレゼンターに移していきますが、えー、まず、ね、1回目から4回目はとにかくやっていくんですよ。1回目から4回目までは重要性の区別なしにちゃんとやっていくとで C があるのでそこだけは無視して構いません、えー、とまず1回目ですね1回目のこの部分ですね第5問の1の1ここは C なんでここはです、ね、むしろあの見なくてもいいです。これです、ね、こ,ことですかあとあ回目の 第4問の3括弧1まあここもいいでしょう C ですからで C はここ2つだけです1回目から4回目までの C は2つだけなんで,でこの2つを除いて1回目から4回目までの当連はちゃんと問題集があるにインプットとしてしっかりとやっていくとはいで、えー、5回目から10回目いいきましょうか、えー、ページでいうと6ページ目ですちょっとねもう事前にチェックを入れているんですけども6ページ目の この黄色でチェックを入れてあるところここは重点的にやっていただきたいとより重要性が高いところですちょっとねプレゼントに映してますのでメモ入れておいてください3の1の括弧コ23の2の括弧コ23の2の括弧三。34の2の括弧二24の3の括弧一14の3の括弧二。25の2の弧ッ五25の2のんなさ15の2の弧一五25の3のの括弧1とこれが5回目です五回目ですかこれちょっと全部見ていきますねじゃあ6回目いきます はい、6回目、ですかね、映せたでしょうか、まあ、これから、ね、あと残りの時間で6回目から10回目までですね、あのプレゼントしていきます、はい。じゃあ6回目ですね、これ7ページです、6回目7ページ。はい、第3問はあ2台両方とも、第4問は3の1、3の2、第5問は全部です。えー、これが6回目、見えますかね。はい 全部で1、2、3、4、5、6、7、8箇所ですね。では続いてめくって7回目。7回目結構多いですね。重要論点多いです。えー、7回目は、チェックいらないところだけちょっと指摘させていただきますね。チェックぐらいらないところは4のの括弧、ね、4の1のカッコ2。4の1のカッコ2。4の2のカッコ2。4の2のカッコ2。そして4の2のカッコの3。 はい、あと5の1の括弧四4と5の2の括弧三、3、ここはチェックいりません。逆に、まあ、残りは全部チェック必要だと。まあ、結構重要性高いところですかね、7回目は。い。じゃ続いていきます、8回目。映せたでしょうかね。もとにかくですね、えーまあ、何も考えずにとりあえず映してもらえればと思います。で、8回目、八回目、第3問はすべてですね、2台とも。第4問は1の括弧二2の丸1。 1>, 1の括弧2の丸二、そして3の括弧2ですねこれ第4問3箇所、はい、で第5は下四つ第5問は下4つ,下4つこれ8回目です、はい、じゃあ次いきます9回目9回目はこれはですね4の2の1から4の3の1の2以外は全部ですね中5つごっそり抜けて上5つと下5つが全部です 上5つと下5つが全部見ていくと上5つと下5つを全部見ていくとはいで最後10回目10回目はですねちょっと一部間違えてるんですけどすいません第3問は1問目だけです第3問は1の2だけです第三問はの二だけ、はい、第4問は1の1と4の1第4問は1の1と4の1第四問は1の一と四の一。第5問は1321そして222っていうところ 上つつと下から2つ目目これ10回目ですちょっと早かったですかね。はいまあ、ここは重点的に見てもらいたいところになります。はい、なのでまあ指針としてはですねですまず圧縮講義でインプットをしてそのインプット内容を覚えた後と当連を問題集代わりに使っていく1回目から4回目まではすべてやっていくと基本的には、ね、C ランク以外。でえー、5回回目目から10回目までは今ね お伝えしたチェックをしたところをやっていく。基本的に今チェックしてないところはね、基本時間ないと思いますので、もう気にしないと。そのかあポイントリストの方をです、ね、ちゃんと覚えていけば、ね、圧縮講義,で講義で指摘したところを覚えていけば、えーまあ、ある程度カバーできますから。はいえー、というのがまあ理論です。論、まあ、論文に向けての理論で また、圧縮工業の1回目でお話ししてますので、そこで聞いていただきたいというところと、あと最後、計算。計算はですね、基本、個別論点は担当合格時、つまり、皆さんですね、1ヶ月前の5月の担当式試験の時の計算力を維持できれば OK です。もうこれは可燃度性にも勝っていると思ってください。はい。ただ、連結会計の総合問題は、どうしても、この、第5問のところで出てきます。 なので連結会計の総合問題苦手という方はですね、えー、別途総合問題の対策はある程度立てていく必要があります。で、まあ基本的にはですね、あのグレードアップ当連の計算部分を繰り返してやっていくと。 えー、いうところもしくはまあ教材絞ってねグレダプトーレンの計算は解き捨てにして、えー、プレトーレンの連結部分であったりだとかあと簿記フルマスター講座取られてる方は簿記フルマスター講座の連結部分も繰り返しやっていくでもいいと思いますがただまあちょっと簿記フルマスター講座はですね、えー、相互問題といっても論文ほどは壮大なものにはなっていませんのでやっぱちゃんとした相互問題っていう意味ではグレダプトーレンかプレトーレンの連結部分も繰り返しやるのがおすすめです。で特にですね はい、これもですね、当連のグレードアップッーレですね。グレードアップトプレンの1回目から4回目までの計算、ね。ここは連結部分の基礎をですね、えーまあ、基礎って言っても結構難しいですけども、ね、扱った部分になりますので、まずね、一番初めに復習すべき事項、やり込んでいきたい事項っていうのは、グレータプトーレンの1回目から4回目までの計算部分になります。えーまあ、そこでね、ちょっとイメージをつかみつつ、その後、 まあ自分がもしね全然点数取れないっていうのであればまあプレートーレンなんかでですねあの計算を積むのもよしですしまあ,ある程度ね点数取れるなっていう方はまあそのままグレダップトーレンのえ計算ね5回目以降の計算部分で強化を図っていくっていうのでも構いませんまずね1回目から4回目までのグレダップトーレンを解いて自分が論文の計算に対応できるかどうかっていうところを判断してみてくださいできなそうであればプレートーレンで強化を図っていくと。でただ まあ連結会計はですね第5問で出ますけれどもまあ難易度が高いケースがここ最近は多いので難易度高かったらみんなできないんでそんな差がつかないんですねだからまあ時間がなければまあ切るっていうのはいけませんけれども、ねえー、まあその計算のね連結のウェイトっていうものはあの少なめにして構いませんそれ以上に個別論点で計算を取ってください第3問の方では個別論点の計算が出てきますからそっちで計算を稼ぐと。 これも圧縮講座の中の1回目でお伝えしていますので、えー、まあぜひ、ね、ちょっとそちらのほうを聞いてもらえればと思います、まあ、とにかくここからね理論財務学論は、まあ、計算というよりも理論を覚えていくという作業、ね、これを2か月間繰り返していき、えー、まあなんとか、ね、答案を作れるようになってもらえればと思います。はい、えー、ということでまあ20分あっという間ですけれども、まあ、今ね、ね合格の余韻に浸りたいかもしれませんがその余韻に、ね、浸る暇はないのでです、ね、なんとかこう理論を覚え込んでいく。あのもう本当にね 覚えたもん勝ちっていうところありますから特に合格生はなのであの結構ね暗記しんどいかもしれませんけれども典型論点はきちっと覚えてそれを書いていくのが一番点数が高いので、ねえー、なんとかですね講義で指摘してきたところを覚えて本番臨んでいただければと思いますはい、えー、残り2ヶ月ですね、えー、もうノンストップで頑張って えー、そしてなんとか皆さんの検討をねお祈りしておりますのでまた何かね質問等があればラインなんかで、ね、質問して、えー、構いませんので、えー、頑張っていただければと思いますはい、えー、それではですね、えー、8月論文向けにですね、えー、向けた学習法財務会計論は以上になりますお疲れ様でしたはいそれでは、えー、と企業法ですね論文本試験に向けた学習切り替え法の 企業法担当いたしますレクセン講師の森村です、えー、それではですねプレゼンターをご覧いただきますでしょうかえっ、ー、と企業法というのは、えー、皆さんもご存知のように担当式試験と論文式試験で要求されるものが大きく異なっています、えー、担当式試験では条文の損否しか、えー、出題されませんそういう条文があれば,ばるなければ罰ですねところが論文式試験ではその今までせっかく覚えてきた条文というものがですね、えー、論文本試験で えー、法文として条文ととしししして、えー、貸し出してて条貸出もらいますつまりそこに答えは載ってるんですね、えー、ですので今度は論文式試験においては、まあ、あの大きく取材形式というのが、えー、制度説明型問題と論点型問題に分かれるんですけども特にその制度説明型問題というのは1つのテーマに従って条文を3つないし5つ探してきてその条文を要約して趣旨を書くっていうそういうような 試験形式の問題ですので答えはもうその中に入っているわけです条文の中に入っているそれをどうやって検索するかという検索能力の問題ということになってきますで、今日はまあ一般的な話としましてはまあ、そこもちょっと軽く見ておきますけども今日はですね、えー、っと直近の本試験問題である平成30年の第1問、えー、近頃はまあ大体、えー、企業法の論文問題というのは小問2つということで小問4つ ですね、証文4つ取材されるんですけどもそのうちまあ大体半分が制度説明型問題なんですねでその制度説明型問題というのはもう答えはそこに条文の中に書いてあるじゃあそれをどうやって検索するかでその検索する方法として問題文を解析してそしてあとは条文の目次をどうやって使うかという話を今日はしたいと思いますそれなのでまあいつも話する話はちょっと簡単に端折っちゃいますねまず論文本試験では企業法ではですね会計士になろうとするものに必要な学識および応用能力 この2つを要求しますよとで。学識って何ですかというと学識というのは知識プラス理解ですねただ知っているというだけではなくて分かっているということを示さなきゃいけないそれと知っている分かっているというのはどういうふうに示すかというと例えば制度説明型問題ですと条文の存在というものここに条文がありますよそれは要約すればこういうことですよというのは書ければそれで知識があるということが分かります。で問題なののはその知識にに、至るまでに 検索すするるのをどうやってするかっててかこれをこのの見ていいきますで理解というのは趣旨ですねこれはそんなに長く書く必要がありませんで短くですねその条文の必要性条文の存在意義のようなものをほんの一行書ければそれで制度説明型問題としては十分です。でこれに対して論点型問題論点というのは解釈が分かれるわけですね。えー、最終的にその法律学ってのは何をする学問かというと問題の解決をするわけです。 ある世の中で起こった複雑な事例をでにですね条文を当てはめるまあ、条文に事例を当てはめるわけですけどもそれによって解決をするわけですその事件を解決するということになってきますそうすると論点型の問題というのはそれを解決するときに例えばできるかできないか有効か無効か責任を負うか負わないかそういうことについて条文の文言 についいて争いがある学者の先生がそこで対立しているある人は有効だと考えるある人は有効だと考えるある人は無効だと考えるある人は相対的に考えるそういう問題なわけですねですから、えー、論点型の問題というのはその解釈しなきゃいけない条文は大体1つか2つです。 1一つか2つのどの言葉について争いがあるのかということを書いてもらうそしてその結論をかけ書いたらその理由というのをしっかり書いてもらう学説プラス理由でこれで知識プラス理解というのを示すということになりますそしてその1つの学説のまあ言ってみれば1つとして最高裁判所の見解というのが判例という形で出てますのでその判例とその理由というふうに述べるその方が、えー、答案書きやすいことも多いですね。 でそのような前提の知識をですね試験会場に行く前に持ってって試験会場では何をするかというとその知識、理解というものをここ大事なんですけども問題に対する当該問題に対する回答として表現するそれが合格答案ということになります。だからら知知識識としてはいくらあっててはいいくあっも知識理解について えちゃんと頭の中にあります学識はありますと言ってもそれを書いたその答案というのが問われてないことをいくら書いたって点数にならないわけですよ。じゃあその問われていることについて書く能力というのが何なのかというとそれが問題文の解析力と答案構成力ということになってきます。ですから実はこの応用能力というのはえ問題解析力。 その問題が何を聞いているのかですねそれで2つ目が答案構成力どの順番で何を書き何を書かないかというのをその15分ぐらいの間で決めなきゃいけないで最後は答案作成力これはまあ論述力と言われているものですよねこれも実際書いてみないとですねなかなか答錬等を受けてみないと文章で そうは簡単に書けない,っていうことになってきますこの中で決定的に重要なのがですね、まあ、この2つが問題解析力と答案構成力が大事なんですけどもその中でも決定的に重要なのがこの問題文の解析力とということになります問題文解析間違ってしまって問われてないことに答えてしまうそれを書いてしまうとそれっていうのはいわゆる論ずれということでまあ0点ですよね。そういうことが起こりえますのでこの問題解析力というのはしっかり いただきたいじゃあどうすればいいのかというと基本的には問題集でですねその問題集を普通に問題読んで回答を読むということでその問いと答えというものをちゃんと関連づけて理解するということが大事になってきますただやっぱり本試験の問題というのはすごく複雑な事例問題が出てきますのでやはり本試験の過去問というのはできれば10年分ぐらいはやっといた方がいいんですよね。 で,では企で、ね、業法に関しては論文・過去問講座という、まあ、論文レビューですね論文・過去問レビューというのが3時間3個まで10年分の過去問20問というものをその解説するという講座をやってますのでその講座をまあ受けていただければそこで問題文の解析力とそれと答案構成力というのを身につけていただきたいというふうに思います。そしてこのようなですね 問題解析力、答案構成力というのは論文本試験当日においてはどのようにしてそれが発揮されるということになるかというとそれは当然問題文を読んで でその問題文で問われているものが何かっていうのをそれをそのキーワードを探しながら手がかりに論点ここでいう論点というのは採点ポイントという意味ですけども採点ポイントを発見してくるで採点ポイントのはたくさん出てくる可能性がありますから何を書き何を書かないかを選択しそして整理してどの順番で書くかってこの作業を15分から長い人だと30分かけてやっていただいてそして答案構成に持っていくここまででもほとんど勝負ありなんですよ。 これがだから問題文の解析力と答案の構成力ということになってきますよね。あとはそれに従って一気化成に残りの時間で回答を書いてくればそれでいいということになります。そうするとこういう作業を本試験でするわけですから、事前の準備というものも問題集を使うのが一番それにこう近い作業ということになりますよね。だから問題集の場合には問題文を読んだらすぐ回答例を読んでいただいて、そして解答例からできれば自作で何問かは、 まあ10問ぐらいはせいぜい作っていただきたいんですけども答案構成を自分で作ると問題文を読んで回答を読んでそして解答例から逆に答案構成を作るとで本試験では答案構成作れないとですね作れないと回答を書けませんからねそして答案構成を書いたら答案構成って言ってみれば問題集のミニテスト化ですからその1行の答案構成で表されてるものその答案構成を見ながら回答例が思い浮かぶかどうかこれが3番目ですよね。 でこれ直後に答案構成作った直後にこれをやって思い浮かばないって言うんだったらその答案構成正しい答案構成じゃないわけですから逆に言うとその浮かぶ程度の答案構成を作ってもらえばいいっていうことになりますそして最後に問題文を読んで答案構成が浮かぶかというのをやっていただいてこれが浮かべば結局本試験で問題文読んでそして 答案構成が浮かぶってことになりますからもう勝ったも同然ってことになりますよねそしてこういう問題ですけどもどういう問題が出題されるかというとその問題の種類が次のページにありますけれどもそれがですねここですね問題論文問題の類型と言われているものでしてそれが 論点型問題と制度説明型問題ということになりますで、論点型問題というのが、えー、はだいたいその答案構成が三部作なんですね問題提起規範定律当てはめ結論というこの三部作になりますで、これはですねもうあのインプットの段階から意識をしてください問題提起というのは事例から解釈対象となっている論点型の問題ですからできるできない有効無効責任を責任を負わないとかっていうそういう結論が分かれる問題ですね でそれについて一体どの条文がその解釈の対象になっているのか事例から条文のできれば文言を明示する条文がない場合もありますないんだったらないってことを明示するこの点について明文の規定がないから問題になるというような形ですよねこれはもう問題提起の最初の問題提起って大体3行ぐらいせいぜい3行ぐらいなんですけども最初の1行2行でも条文は必ず出すと。 でそこがずれちゃったらいわゆる論ずれですからねだからそう,そうな,らな,ならないようにたくさんの問題にあたる必要がありますで次に規範定率の段階になりますと今度は事例出しちゃいけないんですね事例は出しちゃいけなくて抽象的に条文の解釈をしてくるということになってきますつまりこうとか押すとか A とか B とかは出さないということですよねそしてこれがいわゆる学識の中心 的な部分ですすかからここは事前の準備をしっかりしっりりておく必要がありますで理想的に言えばここに書いてますように反対説書いてその批判をして自説を書いて理由を書くってことになりますけども今は回答用紙がですねえっとその証文が4つってことになってますので1つの論点についてあまり深い論述ができませんだから反対説とか批判とかは書かなくていいことが多いです自説の結論を書いてその理由を簡単に書いてもらえばいいですでの自説は判例に乗っかって書いた方が書きやすい問題が多いですね。 で本試験ではですね出題の,の趣旨という形で合格発表時に試験員の先生がその,えその問題についてのコメントを発表してくださいますけれどもその時は判例を知っていることは判例で書かないとしても判例を知っていることは当然の前提として出題されているということをえよくコメントされてますのでやはり判例でえまあ少なくとも判例は知っておく必要があるということですさていよいよ本題ですけれどももう時間がなくなってきましたけども制度説明型問題です制度説明型問題というのは二部構成になってまして総論と各論 で総論については問題意識、なぜこのテーマで試験委員は出したんでしょうかっていうのは本来、書くべきなんただこれも今は行数がないので総論書けないことが多いですなので格論で、書くことというのは結局条文と趣旨なんです。 条文書いて趣旨書いて条文書いて条文のようやく書いて趣旨ですねこれが3つないし5つっていうことになってきますその趣旨の中で問題意識ですねなぜその問題が出題このテーマが出題されたのかっていうのを趣旨で短く書くっていう形になりますじゃあ具体的にその条文をどうやって探すのか3つないし5つの条文どう探すのか目次から探すんですで条文1つ見つけたら大体芋づる式にどんどん出てきます近所にあります ただ一つ気をつけなきゃいけないのは訴訟というのが828条ってずいぶん飛んだところにありますから828条には気をつけろとそれ以外のところというのは大体似たようなところにあるということですねそこでその似たようなところにあるというのを今から見ていきますともうこれでですね今日お配りしたこの平成30年の第一問という問題をご覧ください。 でこれが直近の過去問なんですけどもそこを見てみますとですね、まあ、時間がないのでその必要なところだけ見ていきますねで本問の公会社というのはまず公開会社ではないと公開会社ではない。これ何の問題かというとデッドエクイティスワップの問題なんですね。募集株式のの、発行時におけるその 金銭債権というものを現出資すするというもので,すでどういう金銭債権なのかというとここに書いてあるマークしてあるところです A が高会社に対して有する貸付債権5,000万円それを出資の目的とするとで本件債権の価格を5,000万円とするっていう条件がついてますでこれによってある条文の条件をクリアすることができるわけですそして下行きまして問題1この問題1が制度説明型問題なんですね。で A が本件債券を出資するるために減るべきき会社法上の手続き これが一塊の条文なんですそれを書いてくださいとでそれを書くんですけども本件条件がありまして本件債権の弁債金が到来している場合とまだ弁債金が到来していない場合とに分けて説明してくださいということですね典型的な制度説明型問題ということになりますさて本件債権というのはこれは何かと出資ということにおいて株式会社の出資というのは2つのものしかすることができない。 現金か現金以外の財産かということですね。そうすると債権は現金ではありませんからこれ金銭以外の財産ということになります。金銭以外の財産ですね本権、債権は金銭,以外の金銭以外の財産ですね。その金銭以外の財産を出資するわけです。出資する 問題文にはこういういいヒントが書いてあるわけですねじゃあ募集株式の発行において金銭以外の財産を出資するっていうそのヒントで条文の目次を見てるわけです今日皆さん条文をお持ちではないと思いますけれどもこれ本試験で今年配られる条文のこれ資料には今日は出して付けてないんですけどもこれがその現物です現物の目次ということになります。そうすると 目次という第一編第二編第一章第二,第二章第一節第二節という「編小節間っていうでその中の第二章株式というところに募集株式ですから第二章株式というところのさらに第八,第八節募集株式の発行等というところがありましてそこのなんと第三巻に金銭以外の財産の出資っていうタイトルがちゃんとあるんですよ。 あるところじゃなくて条文たった一箇条なんですよ。二百七条だけなんです。もうたどり着いたじゃないですか。で二百七条を見てみますね。二百七条をみる見てみるとどう書いてあるかというともうここから芋づる式です。そこまで探せれば二百七条ここに書いてある株式会社が株式会社は第百九十九条第一項三号に掲げる事項を定めたときは募集事項の決定後遅滞なく 道の財産現物出資財産というとちゃんと現物出資という言葉も出てきますその価額を調査させるため裁判所に対して検査役のの選任の申し立てててをしなななければならいないって書いてますそうすると207条という条文はそれを適用する前提として199条1項3号を見なさいってここに書いてあるわけですよ。で199条1項3号を見てみますとそこにどう書いてあるかというとこれが199条199条の 号の3号です。そうするとそこにちゃんと金銭以外の財産を出資の目的とするときはその旨並びに当該財産の内容及び価格を決定しなさいって書いてあるんですよ。現物出資をするとそしてそれはどこで決定するんですかというと同2項で株主総会の決議って書いてあるんですよ。 じゃゃ株主総会の決議は手続ききとと書かななないいけねねってことになりますよ、ね、そして株主総会の決議っていう言葉が出てきたら出てきたらどうするかというと株主総会の決議っていうのは3種類あるわけですよ普通決議特別決議特殊決議で特殊決議って2種類しかないんですよ特殊決議1っていうのは全株式を譲渡制限つける時が特殊決議の1型ですねで特殊決議の2型は俗人的種類株式その2つしかないんですよこれ本も当てはまらないじゃないですかだったらあとは特別決議かどうかを探すんですね 特別決議ってどこに書いてあるかというとそれは309条2項にずらーっと書いてあるんですだから株主総会決議が必要だって来たらそれが普通決議なのか特別決議なのかそれ必ず書かなきゃいけないからそこで条文を探すわけですよと。探すとどういうふうに書いてあるかというと条文に、ね、309条309条2項5号にほら今見た199条2項って書いてあるんですよ。 ってことこは199条2項の株主総会決議は特別決議であるということになりますよねだからこれを書くということになってきますそしてその特別決議を要するということが分かったわけですけれども今度はです、ねえー、その特別決議を要するということがです、ねえー、分かったとでそれを書くで今度そうすると決議が必要であることが分かったのでもう一度207条に戻っていただきます。 207条に戻っていただいて現物出資をするときには株主総会の特別決議がいりますねで特別決議がいるだけではなくて検査査役の調査任の調専申立てが必要ですねってことになりますでこれで設立の時と比較して思い出していただきたいんですけども設立するときには設立の際の現物出資にも同じように手続きが2つ入りましたそれは定款への記載ですよね変態設立事項ですから相対的記載事項の仲間ですだから定款に記載しかつ検査役の調査ですね それが募集す株式の発行時になるとちょっと緩くなりまして定価まで書かなくていいですしかし本文の場合非公開会社ですから株主総会の特別決議が必要になってそしてそれプラス原則検査役の調査が必要になってきたということになるわけですねだからこれで書かなきゃいけない手続きの2つ目が出てきました1つ目は株主総会の特別決議2つ目は検査役の選任の申し立てということになりますとこころがののの検査役の選任の申し立ててについては、 例外的に申し立てをしなくていいという免除自由が定められてましたそれが何かというと第9項5号です同じ条文2 7条9項5号でここですね「現物資資材産が株式会社に対する金銭債権これ本門の場合ですよね」そししてて弁債機が到来しているるものに限る ってことは弁済金が到来しているものである場合には検査薬の調査は免除されるけれどもそうでない場合は検査薬の調査が必要ってことになりますよね。で問題文をもう一度見てもらうとその2つを分けて書きなさいって書いてますよね。だから必要か必要でないかっていうのを書いてもらいますそしてもう一つの条件として帳簿価格を超えない場合っていうふうに書いてます。で帳簿価格を超えないいいかというと、と、うう度問題文にもう一度戻っていただきますと その債権が5000万円で帳簿価格5000万円ということで帳簿価格を超えないってことになりますよね。結局それだけなんですよ。そこで5つぐらいの条文出てきましたからそれをそのまま書いてもらえばいいです。でそれをそのままですね、答案構成にするとこれは皆さんにお配りしてます。で今日は家帰られたらですね、この答案構成に書いてあるこの順番で条文をですね、た、え、ど、ー、っていっていただきたいんですよ。今見たように、 現部出資ですつまり金銭以外の財産を出資の目的とするときですから199条1項に、えー、3号の問題になりますねとその場合には199条2項で株主総会の決議が必要それは3 9九条2項5号で特別決議が必要ですねってことになりますよね。でここの条文がどこ,どこから出発するかというと条文の目次を見ると207条出発ですからそれを見れば2 7七条1項にここの条文を見なさいって書いてますから当然それ順番こっちが先ですからそれ書きますよね。 そしてあとは207条でどう書いてあったかというと原則として検索の調査が必要って書いてます条文まで来ましたから趣旨書くわけですと検索の調査何で必要なんですかというとそれは他の出資者との間で不公平が生ずる可能性があるからだつまり現金出資のと違って現物出資の場合には評価の問題があるから 評価の問題で取締役が適当に高い値段で評価しちゃったら他に現金出資した人との関係で不公平でしょっていうことをここで一言書いてもらえばいいわけですよねそこでそういう不公平が生じないように検査役の調査が必要なんですねところが例外ですそれが弁済期が到来している場合には検査役の調査がいらないってことになりますでその条件としてさっき見たようにその金銭債権の価格というものが負債の帳簿価額よりも えーえー、大きくない、えー、それ以下である場合には、えー、検査役の調査の免除の要求を満たしますそれはただし弁済機が到来している時だけですよっていうのが207条の9項5号に書いてましたよね。で条文まままで来ましたから趣旨書きますなぜかというとこの場合には債権額が確定しているわけだから評価の適正性の問題がないっていうことでさっきと裏腹の関係でちゃんと理解が示せるわけですよね。 評評価的な評価のの危危険険性性ががあある、る、的なそれがないから検査薬の調査が免除されている逆に言うと弁済期未到来である場合には原則に戻ってやはり危険性があるから検査役の調査が必要ですねっていうことを書いてもらいますつまり27 1項の申立てが必要であるで。ここで見落としちゃいけないのはもう一つ検査役の調査が免除されるという279項には1号2号3号4号5号があるわけですよ。 そうすると1号2号には当たらない3号にも当たらないしかし4号には当たる可能性があるつまり弁護士等の証明があれば検査役の調査に代替できますねっていうことでこれを書くとちゃんと家庭自由になるってことですよねそうするとマークしてあるところの,その条文を見てもらうと要するにまあ5つぐらいの条文というものをこれをだから目次と問題文を頼りにして芋づる式に出していただければこれでもう完璧な答えが出るわけですよ。 だからこういう形で今皆さん担当式試験合格されたばっかりですから担当の条文の知識はまだ生々しくあると思いますだからその段階で早いところですね過去問レビューとかあるいは今年から圧縮論文圧縮講座っていう非常によくできた企業法なんかたった3個もしかありませんそれで25問ですね25問大事そうなところをしっかりやります。だだからそれを取ってて、いいた えこういう制度説明型問題というものを条文探し出す訓練をしていただければというふうに思います。え、ちょっと時間オーバーしてしまいましたけれども、えー、こんな感じですね。はい。ではね、時間になりましたので続けて租税法のですね、えー、論文本試験に向けた学習切り替え法ということでお話をさせていただきたいと思います。エレクセンニコシの高田です。どうぞよろしくお願いいたします。 では恐れ入りますがちょっと画面の方プレゼンターに切り替えさせていただきましてこちらの論文本試験に向けた学習切り替え法のレジュメのご準備をお願いします。 であのー、担当の,、ね、あの発表があったばかりではありますけれども、もうあの勉強は、ね、あの始めていただいていると、ねえー、思うんです、でただ、あの租税に関してはカメラ切り替えましょうね担当の、ねえー、科目にないので、さあ、対策をどうしようかと、ね、いうことが今、一つね、課題として大きくあると思うんです。 であの一つ、大まかにお話をさせていただきますとあの本試験、あの論文の方はですね2時間で、まあ、ちょっとここ数年はあの分量としては解ききれないくらいの分量の出題はあるんですねですが、ひねりがあの他の科目に比べたら非常にあの少ない科目というふうに言っています。 でですの解ききれない分量ということで申し上げましたけれども例えば A さんはあ例えば問題の1つ目と2つ目で点を取って。 そして B さんは問題の3つ目と4つ目で点を取ってとでも1つ目と2つ目を落としていたとかいうことで,です、ね、あの皆さん合格されていらっしゃる皆さんにおいてその取ってらっしゃるところもあのそれぞれ得意とするところを確実に点数につなげていくというような、ね、あの方法で。えー 皆さん合格をね。勝ち取っていただいているというふうに、まずはちょっとね。大きくお話をさせていただきます。そしてまたプレゼンター切り替えまして、今日のレジュメですね、えー、開いていただきますと、1ページ目からは少し出題の傾向ということで、こう表にねさせていただきました。最初にちょっと申し上げますが、あのグレーのところはあのー？ よく出題のあるところですから右側のですよね丸印を見ていくと特にこのページでいきますと計算のところですよねもう毎年出題があったりとかねいうことで頻度が高いところというのが、ね、すぐにお分かりになるかと思います。 ということであのこのグレーのところはもうあの本当によく出題があるというふうにお捉えいただいた上でですねあの見ていっていただければと思います。でまたこちらねあの最後にここに戻るとしまして、えー、ではですね租税予報 この表にもある通り理論と計算2つの、まあ、大きく、ね、2つの問題で構成されているということで理論対策、計算対策という順番で、ね、少しお話をさせていただきたいと思います。レジュメの6ページ目というところからですね少し対策の内容を入れさせていただいていましてこのページから2ページにわたって理論の対策。 からさらに8ページから、ねえー、計算の対策ということで入れさせていただいていますので、えー、どちらから解いてももちろんいいんですよ、本試験、ね、理論から解いても計算から解いてももうそれは、ね、また、答練を繰り返すことでご自身のいい方法を選んでいただくということで、まあ、出題の最初が理論なので、えー、今日のお話もまずは理論対策の方から、ねえー、させていただければと思います。 で理論の方は大きく、ね、問題1問題2と2つの,、ね、かあの形でこう事案があってそれに対する問題ということで、ねまあ、つまりは2つ事案があってでそれぞれについての問いが問題の1だったら4つ問題の2だったら5つですね近年は出題があるというような形。そしてあとは時間が大事でですよね、まあ、だいたい40分弱で上げて 行きませんと、もう残り計算80分なんですよね。なので、えー、時間の目標としては40分弱で上げていきましょうということをね常々ね申し上げています。 で理論に関してはやはりあのもう法律ですので,で同じ、ねえー、回答方法としては結論と、まあ、あと根拠の条文,、ね、条文を根拠条文を示しつつ論じなさいということで、ね、指示が必ずありますから条文を挙げて論じていくとでただ、あの行数、ね、それも申し上げましょうね。回答のの行数が問題の1は4 四行ぐらいなんですね。あの他の科目と違って本当に4行ぐらい回答のスペースって4行ぐらいなんです。だからあのとっても大変なことを書くというわけではなくって書くとなる部分に関してズバッとね、えー、論じていくと、えー、いうことが一つ必要になります。そして、えー、この条文なんですけれどもちょっとぐわっと私は線を引いてしまいますね。あの何条何項何号までねあのー。 試験の後ですよね、こう公表ね審査会の方から出ますけれども、それを見ているとあの何号まで指摘ができるものは指摘してくださいということでねありますので、まあそこまで指摘ができればという形になります。でここのね最初に一番目引いたところごめんなさい一番目で私がですねアンダーラインを引かせていただいたピンクのね一つ目のところでこのプラス理由っていうのがね少しなんだろうということでその 回答欄が4行ぐらいしかありませんからあのその結論、ねえー、条文を示しつつ結論を論じてという中で、まあ、その理由を、ね、論じる時間があるとかないとかねいうところが少しあるのかなというところで、まあ、まずは、ね、その根拠の条文で根拠の条文というのはちょっと1つですねもうちょっと下がっていただきまして条文も理由じゃないですか。 ね、その問題に対するアンサーとして条文って一つしっかりとした理由じゃないですかですから根拠条文を示しつつ結論を論じた上でその論じるこうご自身のリズムですよねこう勉強を進めていく中でねあちょっとこの理由を入れながら論じた方がやっぱり論じやすいしあの読み手の方もね一発でこう読んでもらえるなということであればね、まあ、あのプラス理由ですのであの簡単にそんなね あのたくさん書くその分量がそもそもありませんから、まあ、あの簡潔に。 理由を書いていいてくとううような形ですがもうね条文はもう示しつつ述べなさいということで指示がありますから必ずね示していきましょうそして問題の2というのをね下に入れておきましたこちらはその税務処理ですね問題に書かれている税務処理が合ってるか間違ってるかということで丸罰欄がありましてその丸罰欄ね、ね丸か罰かを書いた上でここが肝です。正しい処理と その根拠となる条文を書いてください。ね、正しい処理。だから何何でなくてとかっていうのいらないね。もうズバッと正しい処理を論じていく。 というね、その練習が一つ必要。まあ、で、あとこちらも三行ですね。回答欄は三行ですから、もうあのそれくらいのスペースしかないので、他のね科目とは少し違くて、もうズバッと結論を論じていくというところをですね、意識しながら勉強を進めていっていただければと思います。であとはもう一つ何かしら書きましょう。理論ね、あの白紙はもうなし。丸罰欄なんかもう絶対白紙なしというくらいね、 あの貪欲にね、点数を取っていくというね、姿勢で言っていただければと思います。そして、そのね、対策として、まずは答練ですね。グレートをね、十回分と、それから公開もしまだですけれども。その出題論点はね、きっちりマスターしていきましょう。で、そこで、その出題された問題の中で。あ、ちょっとまだ理解が甘いなって言った時にはね。あの基本問題集の理論編に戻っていただくから、論文。 文テキストに戻ってていいただいて基本のところを確認していくというような勉強をもう今からということになりますからねもうあの、東連を中心にということでねあの、マスターをしていっていただければと思います。そして次のページ にはその法法法法人税税税税税所得税法消費税法と目目あるんでですすよねあの理論も同じです3税目ただ、出題の割合として一番下の消費税法は少ないです、法人税法がやっぱり多いです、皆さんにおいてはね、その理由はまた後で、ね、あので計算のところでお話ししましょうですから、ウエイトとしてはやっぱり法人税法をしっかりと、そして所得・消費、ね、プラスアルファでですよね。 あの当連で出題のあったところを中心にねあのマスターしていくとでこちらにもあのこの論点は大事ですということで入れさせていただいていますけれどもあの基本的にはあの当連の方をですね見ていただければいいのかなとねいうふうに思いますから消費税に関してはね課税取引非課税取引不課税取引免税取引この区分がやっぱり大事になりますからこの区分を中心にそれができるようにというところねもうそれは計算理論と この課税の、ねえー、対象の可否というところを、ね、しっかりその区別ができるようにということでお願いしますでは続けて、ね、ちょっと早くて申し訳ありませんが計算対策ということでいきましょう、レジュメの方は8ページに,になります。 で最初に申し上げましたもう年々ボリュームが多くなっていく傾向にあるんです。で、あのー、その得意とするところをです、ね、きちっと点数につなげたという方からやっぱり合格されてるなというのがその開示のね、えー、していただいて拝見させていただくとそのようにね、あのー見,てえー、見,見受けられます。ということはなんですがあすぐ3行下ですねちょっと太文字で書かせていただきました。この取捨 選択ですからもう取れるところを確実に取ってもう,もう分からないというところはスパッとねもう捨てて次に行くと。 いうような形で、えー、本試験の方はねもうバンバン解いていかないと間に合わないという形になります。先ほど理論は40分弱で上げていきましょうと申し上げました。ということはね2時間ですから計算まあ80分ということになりますよね。でこの内訳としてね法人税法はまあだいたい40分ぐらいでしょう。所得税消費税を20分ぐらいでしょうということでですねここの時間配分をさあどうするか というのもね、一つ今日ね、また、あ、話し進めていく中で、ね、え、させていただければと思います。目標ですからね。 あくまでも目標の時間ねあの時間も、ね、やっぱり決めて進めていかないとねあの限られてるので後から解けるところがあそこあったのにっていうのはねちょっと悔しいのでそういうことないようにということで申し上げていますではよく聞かれるんですが3つの税目がある中でじゃあ先生ねその力の入れ方の比率はどうしたらいいんでしょうということでね聞かれることがよくあるんです。でやははりあの会計士さんに、ね、なられるとということは上場 企業の、ね、会計実務に,になっていただくというその基礎力をねえー その試すとと基礎力いっても難しいですよ問題はね、えー、ですが、その石、ね、税となる部分に関して出題させていただきますよというのが大、ね、きく趣旨ですのでやはり法人税法あのウェイトも大きいですあの問題の,、ね、あの先ほど私40分って申し上げましたけど出題の内容あのなんていう分量ですねもう一番多いんです、それとあとはこう会計で求まった当期純利益をもとに、ね、これもまた後でお話ししますがスタートしますから。 あの入りやすいんじゃないかなというのが一つから消費所得の順で入れさせていただきましたけどここなんですよね。 あのここ数年消費が比較的取りやすくて所得が難しかったとかあとは去年においては消費が難しくてですね所得が案外取りやすかったというようなことで、まあ、ちょっとそういう形でねここ数年来ているじゃあその中でどういう対策取ろうかということなんですが今20分と書きましたけれどももうちょっと早めて15分で上げていきましょうというのは残った時間で取れる方を もう一回戻って取けばいいじゃないですか。ね、所得15分、消費15分とまずは区切っておいて、いや今日もあの消費が取れるぞということであれば消費ね、か、えー、け込んでいけばいいとねいうことで、まあそういう時間配分にされるのがまああの点数の取り方としてはあのいいのかなというふうにね思います。ですのであとはもう一つ分量がたくさんですから。 ちょっとですねこの1の2というところのカッコの2番関東は狙わないでくださいねもう知らない論点は手をつけないということで対策ね言っていただければと思いますでやはり計算もでは次のページ入らさせていただきますがグレ等の10回とプラス公開模試の出題論点をねマスターしていくということを中心にお願いします。 で特にそのやっぱり一生懸命,あの一生懸命 <laughs> 全部一生懸命やらなきゃいけないんですが法人税ね一番あの出題の分量の多い法人税に関してはこれはねあのちょっとあの攻めていかなければなりませんであの法人税の問題は何々についての資料何々についての資料って本試験でも柱書きがされてるんですですから今日は例えば受取配当の一金不算入の,あの計算をやろうといったら受け配のねについての資料っていうところをもうピッカ アップしててどどんどん解いていくとか、ね、そういう方法を取れますのであ,のあとはこれが大事1日15分でも30分でも1時間でもいいですから当連の時間に合わせるというよりもここをも今日は潰していくというような形で毎日問題に触れていってみてください今日勉強してえ次の日やらないとその,その次の日ですよね間隔戻すのって結構時間かかるんですよね私の経験則で申し上げてますがですのであのそういう形でね あの仕事がお仕事があったり学校があったり皆さんしながらの勉強ですからあのとにかく10分15分30分でもいい、ね、毎日触れていくということからあとはあの問題の試験の時間配分理論の40分とかあと計算の80分の中の40分なり20分なりそこを意識して毎日あの区切って、ね、時間を区切って解くというのも1つあの試験の、ね、時間間隔。 といういのを体で覚えるのにいい方法だと思いますからぜひともそんなふうにしてですね毎日問題触れてみてください。で11ページ以降はあの そののの税目の計算の全体像を入れさせていたただきましたやっぱりここが大事で法人税だったら会計で求まった当期純利益をスタートにしてね会計と税の考え方のズレの部分を別表4で調整してその後別表1というところで税金の計算をしていくから続けて所得税に関しては、ね、各所得を10種類に分けるとでちょっとここくるっと丸つけます。ね まず10種類に分けてそれぞれを計算してそしてその後次のページ13ページ画面を切り替えました課税標準を求めてそして所得控除額というものをです、ね、計算していってそしてその後課税所得金額を求めてそして納付税額の計算に入ると、ね、ちょっと長いですけれどもそれだけ計算の過程が全体像としてはある。で丸をつけました各種所得と それから所得控除額これはもう毎年、ね、必ず出題があるので実はその真ん中にちょっと難しい論点として損益通算という手続きが入っていてここが難しいんですよね。なのので全体像をちゃんとこの、ねえー、3ページ あ3ページで抑、えー、えた上でどこの計算をしているのかなということがからなくなっちゃったらもうそれもですね1つその理解を深めていくのにあの時間かかってしまうのでちゃんと全体像を抑えた上で各種所得、この10種類のうちに何かは必ず出ますし所得控除も必ず出ますこの2つはです、ね、必ずと言っていいほど出題がありますのでここ中心に攻めていきましょう。これは消費税ですね こちらもね、全体像を入れておきました。で納税義務があるかないか、もうあるしかないですよ。本試験ね、計算。じゃなかったらもうそれで終わりですからね。で、あの、判定だけの問題っていうのは個別に出るときもありますので、それはちょっとご了承くださいね。それはなしかありかをね、判定することになります。そして、課税標準に対する消費税、これ預かった消費税ね。から、あ控除税額というね、ローマ数字の5番のところは、これ支払った消費税の計算。 かから預かった消費税から支払った消費税を差っ引いて計算していくということでもう消費税はこの流れがすべて聞かれるというふうにお捉えいただければと思います。ということで全体像をちゃんと押さえた上で今、私はどこの勉強をしているのかなというようにです、ね、あのドリルダウンをして勉強を進めていくというふうにしてみてください。 ではね、最後にということで申し上げました、グレーでかかったところが重要な論点ですよ、とちょっと1ページに戻ります。で、こちらも法人税法1、2ページにわたって、から所得税法が3、4ページにわたって、そして消費税法がですね、5ページに入れさせていただいていますので、まあ、そこで、ね、中心に押さえていきましょう。で、ただ一つ今日いらしていただいているので、2ページというところですね、法人税、プラスアルファで少しお話しさせてください。 えっと組織再編税制が一昨年から試験範囲になっています、それからあ、えー、もうで毎年出てますねからあグループ法人税制これですねあのグレーのところを押さえてあいけるということであれば。ここは 勉強しましまょうそしてここ終わったら組織再編いけたらねあの基本的なところを押さえていくというような戦略でグループ法人税制のですね、えっと、ちょっと論文テキストのページ数だけ書かせてくださいお持ちだと思うので論文テキストの35の B28 ページ とというところ組織再編編の中なんですけれどもこの中に中小法人とから大法人の100%子会社の扱いの違いという比較表が入れてあるんですね。でその中の中小法人これが中小に関してが過去2年今聞かれてるんですよ17年が青色欠損金ね。 ごめんなさい欠損金と書きました18年が貸、えー、し,し,し引きと略させていただきますこれ2年中小で聞かれてるんですということはちょっとお好きな先生いらっしゃるんじゃないかなというのが私の予想3年試験人の先生ですね、えー、期間がありますのでということはもう1年というのが今年なのでぜひともこの35のび28ページの表の中小法人のところねプラスアルファで、えー、抑えられたらいいんではないか かなということで、以上でね私の租税法の方ですね論文本試験に向けた学習切り替え法のね講義とさせていただきます。じゃ最後カメラ切り替えさせていただきまして、以上でね終了させていただきます。お疲れ様でした。はい、それではですね論文本試験に向けた学習切り替え法の監査論やっていきたいと思います。担当草坂です。よろしくお願いいたします。 えと今回はです、ね、あのまあ論文式あの本試験に向けた切り替え法ということで、えー、とまあどういう、ね、あのこの残,り残された時間の中でどうやって勉強していくかということで、まあ、あのできるだけ最短ルートを、ね、お伝えしたいと思っています。でお手元に 私のレジュメがありますで,すか、ねはい、でえっ、ー、と早速ですけどもこの1ページ目をねまず見ていきましょうえっ、ー、と令和元年の論文本試験に向けた学習切り替え法とまああの一応ね試験は平成31年度ということでね、えー、多分ついてると思うんですけども、まあ、あの実際は令和元年の8月ので、えー、とまず、えー、と試験時間を簡単にあのご存知かどうかあれですけどもえっ、ー、と 科目目にですね、これ二十三日、二十四、二十五日を三日間やるんですけども。 初日の1科目目が論とということで、ね、かなりあのこの「監査論」で皆さん緊張して、えー、それでね、えー、ちょっとあんまりできなかったあるいは緊張したけどまあできたって方もいるんですがあのそのためにですね結構その精神状態が意外と影響してしまう科目ではあります。なのであのでここはねみんなあのここに「緊張して当たり前です」と書きましたけどあのみんな同じ状況ですから。 でしかもあのできない問題はあのもう、ね、あの諦めるというのも他の科目と一緒ですからあまり緊張しすぎずに緊張してもいいと逆にあのみんな同じ状況ですからそれを、ね、逆手にとって、まあ、あの大丈夫だと思ってやっていただきたいと思いますね。ね 一見すると見たことない問題ではここはね結構監査論では多くて一見すると見たことなくても実はよく読んでみると学習済みであるっていうね場合がかなり多いのでこれ本当にね落ち着いて取り組んでくださいっていうのはこれ試験直前にもう一回思い出していただきたいですねははいいいでこれとして次にね。 近年の本試験における出題形式ということで基本的にはねこれ大問2問で、えーまあ、大問2問が変わったことは正直ないんですね。で1問目は理論問題で、えー、2問目が事例問題ここはちょっとね正直ここ数年の傾向ではまあどうなるかっていうのはあの実は微妙なところであの1問目のですね理論問題がちょっとね事例問題っぽく あのなっっててくる可能性があって去年なんかは1問目の事例理論問題に、えーとね、半分ぐらいちょっと事例が絡んだ問題が入ってたんですね。だからなので、えー、とここの一般的にあの長い10年間のスパンで見ると1問目は理論で、えー、2問目は事例問題なんだけれどもあの直近の傾向を見ると第1問にもちょっと事例が関,連関係してくる問題も入ってると。 先入観を持たずにどんな問題が来てもあのまあ大丈夫なんだとね、えー、大丈夫だというかまあどんな問題が来ても、えー、びっくりしせずに、えー、解くようにしていただきたいと思います。ただあの理論問題純理論的な問題が出た場合はこれはね学者の先生が作っていることが多くて、えー、事例問題は実務家の先生がまあ作っているだろうというふうにあの推測されます。で、えー、特にですねこの監査論の場合その下に書いてありますが理論問題も事例問題事例問題も 本質は同じなんですねなので、えー、とどちらもしっかり理解できてるかどうかによってこの出来があの出来不出来が変わってきますのであのよくね事例問題だから難しいとかっていうふうに思われる方多いんですけどそんなこと決してなくてむしろですねその後書いてある通り事例問題では財務会計の知識を活用するとうまく回答できる場合も多いと。 簿記の,の知識があれば実はね監査論の答案なのに財務会計のこう知識で書けてしまうという問題があの意外とあるんですね有価証券の評価とかね意外と監査論で書くってこともあるのであのその意味でもあの逆に事例問題の方が解きやすいってこともあるのでここはね、えー、先入観を持たないでください。でちょっとねここでいきなりあの今年に関して言うと。 あの監査基準の平成30年の改定がありましたねで平成30年の改定は個人的には結構出る可能性高いんじゃないかと思っていてそれであのまあ改正講義とかもねあのやっているわけなんですけどもでその平成30年の改正っていうのは実はあの実務上はまだ何も あの適用されてなくて実務上は令和2年の3月期あるいは令和3年の3月から適用される内容なのでそういう意味では理論問題ししか出し得ないんですねそうすると今までの傾向がこれで最近は第一問に事例問題が出てきてたと言いましたけど。 来年じゃ今回のねあの令和元年の8月の23日に行われる今回の試験はまたです、ね、いつも通りこの1問目の理論でこうがっつりね平成30年の改定が出て2問目が事例っていう,こう従来の形式になるかなとも個人的には思ってるんですけどもなのであのそういう意味ではあの平成30年の改定はあの直前のね えと予想会、またあるのかちょっとあれですけどもあの平成30年の改定は非常に監査論では大事だというふうに思っていただきたいと思います。はい、で,です、ね、次に、えっと、回答上のポイントでここがあの今まで、ね、担当の勉強されてた方で、えっと、ここから論文の対策をするぞっていう場合にはあのこの部分がやはり、ね、大事です。で 論で当たり前だろうと思うかもしれないんですがここもう線引いて頂いてもいいですね「最も大切なのはの」なの,はの後問われていることに答えるとこれね当たり前なんですけど皆さんんなななかなかできないんできい、ね、あの覚えていることを暗記を吐き出そうとしちゃうとその問題文とちょっと関連する内容だけどちょっと問題文とは違うんだけど覚えてるから このまま書いちゃえとかねそういうふうになってしまうと実は問題文で聞いてるのとちょっと違うことずれた回答になってしまうことがあるのであのこれからね直前「答壇」とか「過去問」とかこの後ご説明しますけどもやられると思うんですがその「 過去問とか答練を解くにあたって、しっかりと問題文で何を聞かれているかっていうこと。これが一番大事です。あの、本当にこれは、えっ、ー、と、ただ暗記を吐き出さないでくださいっていうことを言ってますね。うん、で、えー、なので、ここ理解が大切です。で、えっ、ー、と、知識としてはね、正直これ担当合格レベルで十分です。これ以上新しい知識っていうのは、あの。もう。ほぼ。 ないいいと思っててただいてもいいですもうあの、えー、担当のね講座を受けてくださった方はもうレジュメでも十分提供してますんでそこから増えるというよりはむしろ減 減るぐらいのイメージなんですがただ理解が大事で,で、えー、これですね知っていても書けないことが多いので実際に書いてみる練習してくださいとここが担当合格後論文ままででの一番の番ハードルだと思いますすかるんです回答を見たら分かるんですよ。あこれそうだよね、うん、確かにこれもう担当でやったよと知識は知ってる。だけど 白紙ににななった時に書けないとねでこれはもうねあのちょっとあの今から練習をするしかないので、えー、書いてみる練習をするとでその実際に何を使って書いてみる練習をするかっていうのはこの後ね説明しますでその後、まあ難しそうな問題に見えても知ってる内容から回答できることがあこれはあの当連っていうよりもむしろね本試験ですね。本試験は すごい難しそうに見えるんですよ。ましてや本試験の緊張感の中で、なんだこの見たことない問題で、あの例えばね、えっ、ー、とアメリカの監査報告書があのなんていうかな、えっ、ー、と。 問題文に載っていたりとか昭和の30年代の監査報告書が載ってたりとかねあの一見そんなの習ってないよってことが出るんですけどそれについて問われてるんじゃなくてそれを題材にして最近の内容を聞いてるだけとかすごくねあのなんていうか見かけ倒しの問題が意外と出るのでそこにあのびっくりしないということですね。でえっと、ここもまあご存知かと思いますが 換気法は参照できますからね換気法は参照できますちなみに書いてないですけど品質管理基準委員会報告書の1号つまり品規法ねこれも参照できます、えー、逆に参照できないのはいついか監査基準とかそういった基準系ですね監査基準品質管理基準 えー、不正リスク対応基準この辺は参照できませんよできませんからねできません、ね、あと内部統制の基準とかもできないしその改定全文とかもできませんのでやはりね、えー、そこはできないんですけど換気法はできますただあのここもねちょっと付け加えると必要ない部分まで書き写さないようにしてくださいというのは逆に言えば必要な部分は書き写していいんです、ね、必要な部分は書き写してください。であの これ皮肉なんですけどねごあの監査論の科目合格者の答案とかを見てると結構ね換気法を移してるんですよでやっぱりね監査論は、うん、考え方次第ですけど自分で作文した答案ってそんなに点数伸びないんですねむしろあの「換気法」を参照できるところは換気法を移すというかね必要な部分を移す。そして あの参照できない部分はだいたい監査基準の改定全文ですから改定全文を思い出して書くというようにしていただきたいなと思いますね、はい、であと回答形式に注意してくださいってここなんですけどもこれもですねあの、えっと、論述しなさいといったら何とかは何とかであるって必ず主語と述語を書くんですね。あの 例えばなんだろう、まあ、大学受験とか高校受験とかでも「なんとかの理由を述べなさい」とか言って「なんとかだから」っていう回答あると思うんですけどこれは論述じゃないので「なんとかだから丸っていうのはダメですよ。「なんとかはなんとかである」っていう形で論じないとダメで、ね、まあこれ細かいですけどもで逆に「過剰書きにしなさい」と言ったら「なんとか」。 っもう体言止めというかな過剰書きはもう本当に文章になってなくていいので列挙すればいいんですけど論述といったらね必ずあの仕事術語をちゃんと書いていただきたいと思いますね変なところで原点にならないようにしてほしいなと思いますねはいで。 最低限やっておくべきこと。まあ、ここは気になるところだと思うんですけど、時間はね、まあ、正直5月8月で時間がないと思われている方もいると思うんですが、監査論も的を絞ると、ま、あそれはそうかと思われるかもしれないですが、1、2、3上げておきました。で、この中でもちろん、論文グレードアップトーレンの10回分と公開もしこれはね、あの、皆さんができるようになってくるので、もう、 あのまあ時間ないから回答を覚えちゃうというのも一つ手なんですけどもある程度理解していればだいたいキーワードとか分かってきますから「あのグレードアップトレの10回分は時間ないのつらいと思うんですけどもおできればやっていただきたいそしてあとは監査基準の改定全文と不正リスク対応基準の設定全文この全文はねやっぱり読んどいてほしいんですね。 過去問このマルの過去問これはね一二三の中でもしかしたら人によって一番大事ってうと思います。過去問直近三年分まあできれば五年分見てほしいのは正直なところです。で過去問五年分見たからロングレトーレンがちょっと薄くなっちゃったっていうふうになるのは。 避けたいところであるんでですけどでもねやっぱり過去問5年分ぐらい見れた方がいいと思いますこれが個人的にはあ一番大事と言っても過言ではないかなと思ってますね。で過去問は実はね割割から5割ぐらぐいは海底全文が模範回答になるんですよだから逆に言えば改定全文をちゃんと頭に入っておけば本試験で3割から5割取れる可能性があるのでそういう意味で 過去問をやると自動的に改定全部も復習できることになるので2と3はね意外とセットで勉強できてしまうので2と3この改定全部を勉強するというのはイコール過去問を勉強することでもあるのでちょっとねこの2つ2と3はまとめてやるとであと論文グレードアップトーレもちろん改定全部も出してますけどもグレードアップトーレの典型論点は10回分はある程度あの理解して書けるようにしといていただきたいとこれ,まあこれですよはっきり言ってねでやるべきことといえばまず今のところです で、えー、っとちょっとね、あとこの時間あと5分ちょっとなんですけど、あのー、次のページでね2ページ目に答案構成についてということで大体いい、あのー、論述するにあたって問題文を何分ぐらい読んでそして何分ぐらい答案を作るために下書きをしてそして論述実際書く時間は何分なのかっていうところなんですね。でこれ言っときたいのはねはね論第一問 第2問ありますけれども第2問の最後の問いが一番簡単かもしれないんですよ。これ本当に分かんないんで,すであの事例問題であっても事例を読まなくても書ける問題っていうのもあるんですね。なので正直ねあの第1問第2問で問題文通読ざっと読むってことですけれども第1問の問題文を5から10分第2問の問題文も5から10分なので合計すると もう10から20分ね問題文を読むだけに時間を当てていいと思ってます。でこの読むだけの間にですねあの例えばこの問題は解けそうだって言って。 丸をつけておくとかあるいはこれはちょっと時間かかりそうだなとかね取捨選択をすることも含めて問題文をざっと読むことに全体で10分から20分かけても正直いいと思いますで、その10分から20分かける中で捨てる問題と取る問題そして真っ先にその中でね真っ先にやってしまうというようなことをまあ、通読して決めると でえーっとまあ、監査は、ね、それでまず書けそうな問題を先に書いちゃうことでかなり気が楽になりますまあ、してやい初日の1科目目ですから答案が白紙の状態だと結構気が気じゃないのでそういった意味で、ねえー、っとこの問題文をざっと読むということはまずするとでその後に答案構成で大体、ね、これ人によりますけど20からまあ25分ぐらい。 2問目も20から25分ぐらいまあこれ第1問第2問特に監査論は変わりませんのでなのでまあ40分から50分くらいを等案構成にかけるというふうにしていただいて。 答案構成の段階では、ね、何をやるかというと基本的にはあこの問題この環境の例えば環境六600の第3項を書けばいいんだとかその基準番号とかを、ね、もしメモできるならメモしておくあるいはキーワードをメモしておくということをやるとで最後のです、ね、30分ずつぐらいを使って第1問第2問ざっと、ね、もう書くことに専念して、えー、1時間ぐらい書き続けるというのが多分監査論では。あのー 王道なななんじゃいいかなと思いますもちろん第1問第2問でね差があればあの若干時間の配分変えてもいいですけども監査はねそんなにあの第1問の方が時間がかかったとか第2問の方が時間がかかったっていうことはあまりないので、まあ、あのそこは状況に応じてだと思いますね。 はいで、これがまあ答案構成で結構気になる部分だと思うのでお伝えしてました。で、あと、まあこのその他の部分はですね。まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、あの結構試験会場はこれできればね。あの ちょっとこれ他の科目の先生が言ってもいい話なんですけどえっと本試験会場には1時間前に着くようにするとでこれもですねあの20分前ぐらいに着いて筆箱を忘れた受講生さんが前にいてですねそれで直前になってコンビニに走ってギリギリリ入室時間ギリギリになってもう焦ったとまあその方受かったんですけどちょっとね1時間前に到着してその試験会場の雰囲気とか冷房の効き具合とかですねそういったあのことは。 見とととといいいいいいいた方がいいのとあと筆記用具、ね、2セットぐらい用意しておくといいかなと思いますでこれもあの書いてあると思いますけど消せるペンは使わないでくださいっていうのはねあ,のありますねあと電卓も最低2台ぐらいね用意するとか服装調節できるようにとまあその明日はいいですけどまあそういったその他のところもちょっと見ておいてください。で最後にね、えー、と3ページ目のところで過去問について、えー、監査論の過去問ここ平成19年から何が出てるかっていうのをちょっとまとめています。 であの特に、ね、この平成25年ぐらいからちょっと傾向が個人的には変わってきたという感じがあって25年あたりから、ねまあ、いろんなこの世の中の不正が出だしてからです、ね、会計不正があってから25年の本試験で不正が出だしてちょっと、ね、監査の手続きを具体的に聞いていく問題がだいぶ増えたんですね。ねですから、まあ、あのよく言えば平成25年以降の過去問を 見てていいただいて24よりも前はこれ第一問見ていただくと独立性とかねなんかその前23年の第一問は正当な注意とか22年の第一問は重要監査上の重要性ということでかなり単純な理論的な問題だったんですけど25年を機にですね、まあ、あの26年なんか報告論でもちょっと事例が絡んでるとかね2728のリスクアプローチも理論的なんですけどちょっと実務に絡んでるというようなところもあるのでちょっとね25年以降の 過去問を見ていいいいいただければいいかなとううふうに思います、はいえーとまあ、監査論はね、えー、とそういったところであの特に1ページ目の一番下のところの、ね、これ最低限やっておくべきことを中心にあの学習を進めていただいて何とかね論文あの時間はないかもしれないですけどもあの知識は増えませんからそこのところをね、えー、とあのもう担当ねご合格されてる前提ではあのかなりね、えー、知識の差はないので、えー なんとか書く練習をね進めていただきたいと思います。はい、えー、なんだかねちょうど時間になってしまいました。えー、じゃああの、えー、次ねえっ、ー、とどっちだろう？二宮先生管理管理かな？二宮先生変わりたいと思いますので、はい、えー、じゃあお疲れ様でした。 はい、えー、それではですね管理会計論と経営学について、まあ、論文本試験に向けた学習切り替えですね、あのお話をしていきたいなと思います。でまあ、のまずちょっと管理会計からですねやっていこうかなと思いますので、まあ、お手元にレジュメの方をご用意いただきまして、まあ、管理会計論について、ですねちょっと特徴などをですねあのまとめてありますね。 でまあ、担当と論文ですね、まあ、ご存知の方もいるかというところですけれども、あのまあ、担当基本試験はまあ基本的に管理会計は1時間の試験で、まあ、論文に関してはまあ他の科目同様、まあ、2時間ということになってきます。で問題構成としては、まあ、論文の試験については、大問2問ということになっていて、まあ、このまあ第1問が基本的には原価計算論点で、第2問の方が管理会計論点から取材されるという傾向がありますね。 でそれぞれまあ内訳として注文2つに分かれていくので、まあ、総合問題4問解いていかなければいけないという認識を持ってもらうといいかなと思います、まあ、総合問題4つ解いて2時間っていう時間制約なので、まあ、1問あたり30分で解き進めていかなければいけないということで結構まあ時間制約としては厳しいところがありますね まあ総合問題ですから単純に計算答えるだけではなくて理論も書いていかなければいけないのでまあどうしてもそこで時間は取られていきますから1問30分でで解き,きれる方っていいううのははそう多くはないです、まあ、もちろん本試験の問題にもよるんですけどもまあ難しい問題であれば全然30分じゃ足りないですし簡単な問題の時には20分ぐらい解けるような問題もあったりはするのでまあそこは現場でうまく判断していくことになるかと思いますね。はい でも配点とかは、ね、ご存知かと思いますけど、まあ、100点ということで,で、まあ、あの論文の試験についてはだいたい100点のうち素点ベースだとあのこれも本試験の難易度あの年によって違いますけど去年なんかだと30点後半取れば合格ラインだったということで、まあ割と去年の本試験の問題が難しかったんですねで管理も割とここ最近ちょっと傾向が変わりつつあって。 まあ担当式試験についてはあの今回の5月と前回の12月というところは、まあ、過去と比べてみてもかなり高難易度の試験だったので、まあ、問題の質的にも分量的にもです、ねまあ例,をえー、例がなかった、ね、あのそれぐらいの難易度だったわけですけど、まあ、論文についても去年から結構計算の分量が多いといいますか、まあ、どちらかというと計算を重視したまあ問題というのが去年は出されていたので、まあ、それ以前は比較的計算と理論というのが半分半分ぐらいの出題だったんですけど 去年の試験なんかは計算の方がまあ6割以上を占めているようなイメージだったので、まあ、計算が割と物を言う試験内容だった,んです、ね、ただその計算が結構難しい問題も多分に含まれていたのであのできる人とできない人との間であんまり差がつかないレベルの問題だったので、まあ、試験の問題としてちょっとどうなのかなっていうところはあるんですけれども。 まあ計算についてはそういうね、あの極端に難しくなったりすると、誰も解けないということが起きたりはするので、あのこの場合は割と管理会計が苦手な方にとってはラッキーな会ということにはなってきます。はいまあ、こればっかりはもうちょっと蓋を開けてみないとわからないんですが、ただ、基本的に管理は40点超えれば、あの大体の場合は合格ラインに達するかなとは思いますので、一、まあ、つ4割ぐらい取らなきゃいけないっていう認識を持っておいていただくといいのかなというふうには思います。はい まあ4割って聞くとね、そんなにあのハードルも高くは感じないかとは思うので、あの4割ぐらいだったらなんとでもなるかなとは思いますから、本試験の受け方とかをね改善していけば、あの既存の知識だけでも十分に点数が取れる範囲だと思いますね。はい、で試験範囲としましては、担当だとまあ基本的に網羅的に出題されているので、まあ、試験において、ね、あの出題要項が出されていますけれども、まあ、そこからまんべんなく基本的には出てくるわけですが。 まあ論文では一応重点的に出題される分野っていうのが存在します。まあ、これ監査審査会の方に発表されてますから見ていただくといいかと思いますけれども、まあ、重点的にこの分野が出ますよっていうのが編みかけ論点として用意されているわけですがただ去年あの連算品の計算が出ましたけど去年は編みかけ論点じゃなかったんですけどそれが総合問題まる1問って形で出てきたので、まあ、正直 編みけと編みけじゃないっていうところはあんまり気にしてもしょうがないところなのかなというところで、まあ、試験範囲としては担当と論文でもう変わりがないっていうふうに思ってもらった方がいいかと思います。はい、で次の時間制約なんですけど、まあ、これが結構大変なところになりますね。まあ、論文の管理については担当式試験同様に、まあ、かなり時間制約は厳しいというところがあるので。 まあ基本的に全部解ききれないと考えておいた方が望ましいですね。まあ、近年の担当式試験もそうですけれどもとにかく管理は時間との戦いということにはなってくるので、まあ、いかに時間制約のある中でまあ解くべき問題っていうのを解いて点数を最大化できるかというそういう勝負になってきますので、まあ、問題の見極めというのがまあ非常に重要な意味を持ってくると、まあ、そう考えてください。はい、で、まあ、計算問題とか理論問題の特徴というのを簡単に載せてありますけど まあ、担当式試験は基本的に計算問題は論点が縦割りに出題されているので。まあ、一つの問題に対して、一つの論点っていうのが一般的ですね。まあ、問題八番だったら、標準原価計算、問題十番だったら、c. V. P. 分析とかっていうふうに。一問ごとに論点っていうのが決まっているわけですけど。まあ、論文については、基本的に総合問題の中に複数の論点っていうのが含まれているので。 あの一見すると標準原価計算の問題だったとしても途中で CVP 分析をやらせるとかですねまあそういうあの横断的に内容を聞いてくるっていうのが論文の試験の特徴としてはありますのでまあ担当の時と比べてみると圧倒的に資料の分量が増えるというところは一つ特徴としてはあるかと思います。で単純に資料の分量が増えればまあ読まなきゃいけないね資料が増えますのでそれだけで相当時間を取られることになりますから。 まあ割とその資料の多さからどこから手をつけていいか、まあ、判断できませんって方も中にはいらっしゃるぐらいですので、あのー、結構論文については初め形式面になれるのが大変かなというふうには思いますただまあ総合問題っていっても、あのー、財務の個別の問題と総合問題ほどの乖離はないので管理会計については。 あの結局、総合問題っていっても、説問一つ一つは個別の論点ということにはなってくるので、まあ、個別論点の集合体であるということは、財務会計と同様の話になってきますから、まあ、説問1個に対してすべての資料を計算に使っていくわけではありませんので、1個1個の計算自体は、実は担当の1問解くよりも簡単だったりはします。だから比較的、 管理会見については他の科目と比べてみると担当式試験の成績と論文式試験の成績っていうのはこれはまあ相関関係があるのかなと思います。今までまあ見てきた中で担当はできるけど論文はどうしても点数が全く取れませんみたいな人っていうのは管理では見たことがないのであの担当式試験までの対策で十分に内容的には賄える、まあ、そういう試験内容だと考えてもらっていいかと思います。だからままた後でお話はしますけど 基本的に管理の論文対策っていうのは圧倒的に優先順位が低いと考えてもらっていいかと思います他の科目に比べてみると一番これは優先順位が低い科目っていう位置づけに置いてもらうといいかと思いますね割とこの受験業界この管理会計にものすごい多大な時間を割く受験生っていうのは多いんですけどでも正直それって結構無駄な部分っていうのが多いので時間効率は良くないんですよ確実に 結局どんなに勉強してもそういう一発難しい問題が出てきたらそれ対応できませんからで管理については本当にそういうリスクの高い科目ということになるので、まあ、結局本試験の合否を分けるのは勉強してい,いようが勉強していまいが解けるような簡単な問題の取りこぼしっていうのをいかに防ぐかっていうのが重要になってきますので、まあ、むしろそれさえできれば管理の本試験で得点比率が52を下回ることっていうのは絶対ありませんから。 簡単な問題をいかに正確に素早く解いていくのかそこの訓練っていうのを行われば十分なんですね。だから基本的にはもう担当式試験対策で使っていた問題集などを継続的に論文対策としても使っていただいて、まあ、計算力の維持を図っていくっていう、まあ、それだけで十分かなと。 何か計算力を根本的に底上げしようとかっていう時期でもないので、まあ、それっていうのはものすごくコストパフォーマンスが悪いですから、まあ、今回の今年の試験を受けるにあたっては管理会計はもう現状の力っていうのを維持することを優先的にあの学習の方をね組み立てていただくといいのかなと思います。で理論対策についてはただ多少ねやっていかないといけない部分はやっぱりあるのかなと。まあ、管理はだいいた 長くてもまあ4行程度の問題っていうのがほとんどでまあたまに5行とか6行書かせる問題も中にはありますけども、まあ、ほとんど出てこないです去年なんかも本当に1行問題とかも何問もありましたし1行とか2行ってレベルの問題もまあ数多く取材されますので。 1>, 1行2行ってもはや何も文章力とか関係ありませんから単純にまあ要点を答えられるかどうかっていうのがほぼ全てといっても過言ではありませんのであの基本的なそういうあの答案構成とかっていうのは全くいらない科目だと考えてもらっていいかと思いますただある程度その典型的な理論については頭の中に入れておかないと。 それを何か一から現場で考えて書いているようでは覚えている受験生にどう考えても精度の面でのスピードの面でも負けますんで、まあ、理論でそこでねあのつまずいてしまうと計算に十分な時間を配分することもできないですし、まあ、点数を安定化させることができないのでやっぱりある程度の暗記っていうのは、まあ、どうしても必要にはなってくるのかなというふうには思いますだから典型度の高いものについては一通り覚えるって作業はこれからちょっとやっていただきたいなっていうふうには思いますね。 まあ例えば材料費の計算で予定価格を使うメリットは何かとかですね、まあ、こういったものっていうのはもう即座に答えられるようにしておかなければいけないので、これが書けないと、ほ他の受験生に大きく差をつけられることになると考えてもらっていいかと思います。まあ、特に、原価計算の分野ですね、原価計算の分野の理論っていうのをどっちかっていうと意識してほしいんですね、ちょっとまあこの知識のアウトプットですね、これ、原価計算分野と特に。 管理会計分野ではなくて原価計算分野の方を重視してください。あの管理会計の分野は典型論点も理論で出されることはもちろんあるんですけどでもどっちかっていうとあの計算に紐づ付いてるような理論問題っていうのが出される、まあ、そういう比重が結構大きかったりするんですよ。 だから問いの1番の計算結果をもとにして、まあ、問いの2番ですねあの文章を書かせるような問題とかが割と出てくるので正直まあ典型論点っていうところがあの全く出ない場合っていうのは、まあ、学習していても意味がないわけですからまあ,あのそういうところにねあの時間を使うよりはどっちかっていうと原価計算の分野についてはこれ典型論点が普通に問われますので、まあ、こっちの方がコストパフォーマンスはいいのかなというふうには思います。はい、ただまあ原価計算論点点って全体で50点で まあ理論がそのうちまあ20点だとして、まあ、20点にどこまで時間割くのかっていうのも考えていかないと、まあ、今後時間はあんまりありませんので、まあ、そこの20点の重要性ですね自分なりにちょっと考えてみるといいかと思います。 まあそれは二十点まるまる取れるに越したことはないですけど、二十点を取るためにね膨大な時間使うっていうのは全体の点数のその獲得の仕方としてはあんまり望ましくないのかなと思いますので、まあこれからは学習のねそういったあの全体に占める割合とかを考慮しながらあの計画を組み立てていく必要性があるかなと思いますはいまあ残り二ヶ月しかないのである程度逆算して組み立てていった方がいいかと思いますねはいで。 まあこれからやっていく対策としてはです、ね、とりあえずまず括弧1番、これ、論文の形式にまずは慣れましょうということで、特にまあ総合問題っていうのをこれまで1回も解いたことがないのであれば、まあ、論文の本試験の問題を見るとかですね、あるいは当連を見るとかですね、な、まあ、何でも結構ですので、まあ、総合問題っていうのをできるだけその時間を計測しながら解くっていうのがポイントになってきます、時間の計測ですね、これも絶対やってください。 あの管理はさっきも言った通り基本的に時間配分というところがすごい重要な科目になってくるので、まあ、1問解くにあたって30分というところを1つ目安に考えてもらって、まあ、総合問題1問30分でどこまで解けるのかというのを試しながら解いていただくのが一、まあ、番学習効果としては望ましいかと思われます。はい まあ時間無制限でやると変な話管理会計というのは大体のものを解けることが多いので、まあ、いかにその限られた時間の中であの焦らずに精度を高めて、ね、回答できるかというところですねそこを鍛えていかなければいけないと、はい、だからとりあえず、ね、論文の当練というところが、まあ、これが一番あの学習においては中心教材になってくるかと思います論文グレードアップ等連ですねむしろ最悪も時間なかったらこれだけやるというのでももういいかなというぐらいです。 このグレダプトーレンが全10回、あとまあ公開模試もありますので全部で11回ありますけれども、ここで出されたものっていうのをきっちりとこなすっていうことをやるだけでもかなりね違ってくるかと思いますので、あの最悪時間のない方は、それだけはね最低限の作業として管理の対策としてはあの行ってください。はい、でまあこれを行うことによって、基本的には時間間隔をつけるということと、 あととと問題をを見極めるるる力をつけることができるとただ、これは正直、何とも言えない部分はあるんですけど、まあ、結構管理って解いてみないと難しいかどうかわからない問題っていうのもあったりはするので、まあ、何とも言えない部分はありますがただ、ああ当連をね解いていく中で難しい問題とか簡単な問題とかでいろいろ出しているのでああこういうパターンだと難しいんだとかっていうのはなんとなく、ね、あの一定の規則性とかもわかるようになったりもするかとは思うので。 あのまあ、一応そういったこともねあの軽く意識はしておいていただきたいかなっていうふうには思いますね。で次の2番の計算力の維持についてはこれはもうさっきも言った通り担当対策に使っていた教材を使えばいいので、まあ、担当対策時のこれは問題集ですねこれをもう回転させるっていうのを心がけてもらうといいかなと思います。 レクデスと担当問題集っていうのが上級講,講義に付随していますので、まあ、あのその上級講義で配られている問題集っていうのをまた改めて回転していって、まあ、計算力の維持っていうところをね考えていただくといいかなと思います。まあ、あとは一応論文のコースの中にはプレトーレンっていうのも入っていますけど、まあ、このプレトーレンっていうのはもう別にやらなくてもどっちでも結構です。 もう担当の問題集だと答えを覚えちゃってるという、まあ、そういうレベルの方は、まあ、プレトーレンっていう形で、まあ、これはまあ総合問題形式の問題になっていますけれども、まあ、30分ワンセットの問題ということになりますから結構気軽に、ね、取り組めるっていうところがメリットとしてはありますのでちょっと初めいきなりグレードアップトーレン解くのがどうしてもつらいって方に関しては、まあ、プレトーレンでちょっと体を慣らしてからグレードアップトーレンに入るっていうのを、ね、やっていただいてもいいのかなとは思います。はい ただまあ時間にそれは余裕のある方だけがやっていただければいいかと思うのでもう時間的に厳しい方はそこまでねやる必要性はないと思ってください優先順位は低いですで次の括弧三3番の理論の精度を高めるということでまあ理論対策ですねまあ40点から50点ぐらい理論問題出てきますのでまあそこのまああの得点をねいかに上げていくのかという話ですけども まあ基本的に管理の理論はあの担当の時の,、ね、このテキストとかを使って対策を取ることができますね。担当対策時のテキストとこれを回転させるいいうだけでもいいですもす時間なければそれだけやっていただくと特に原価計算の分野ですね。担当対策時のテキストっていうところをね、まあ、これを回転させていって、まあ、理論の知識っていうのを定着させていくっていうところを心がけてください。 できればテキストを読むときに単純にそのインプットっていうところを意識しながら読むっていうよりはどっちかっていうとアウトプットを意識して読んでいただくと、まあ、自分でそういったさっき言ったようなあの予定の消費価格を使うメリットとかっていうのが何なのかっていうのを、まあ、頭の中でアウトプットしながら読み進めていただくっていうのが、まあ、これがまあやり方としては望ましいのかなって思います。はい、だからある程度そういったね典型論点については覚えるとその媒体として担当対策時のテキストを使っていただければ OK と。 で一応まあ論文のコースの中には論文のこういった理論問題集っていうちょっと重ための教材が含まれているんですけど、まあ、これはもうこの時期から始めるような教材ではないので理論問題集っていうのはもう目を通さなくて結構です。あるいはやるにしても理論問題集の典型度が A のものだけ。 点検、まあ、度っていうのが一応指標として乗っかっていますので問題ごとの点検度 A のものだけで,です、ね、あの目を通していただくっていうのでもいいかと思います、まあ、少なくとも、ね、もう点検度 B とか C のものっていうのをやる必要性はありませんので、まあ、最低限 A のものだけやって、まあ、それが出てきたときに素早く回答できるようにしておくっていう対策をしておいていただければ、まあ、十分かなと思いますはいだからそんなに あの追加で行わなければいけないです、ね、あの学習負担というのはそこまで重くはならないのかなというのが管理会見の特徴としてはあるかと思いますので本当に優先順位というところはある程度低めに考えてもらっていいかと思います。で次のところ、まあ、これからの優先順位と留意事項というところを簡単にまとめてありますけれどもとりあえず初めに 必ずやっていただきたいのがこの1番、過去問を確認するっていうのをこれまずはじめに必ずやってください。もう一番はじめにやるべきことですね、これ多分財務とかでも同じことだと思います。はじめに過去問っていうのを確認してみて大体どれぐらいのレベル間のものが出ているのかそれを確認することがね、はじめにやらなきゃいけない作業ということになります。 まあやはりその目標ねわからないまま勉強していてもあのどこに向かって勉強していけばいいのかっていうのがわからなくなると思いますので、まあ、自分の最終的なその着地点ですね、まあ、この問題をどの程度です、ね、時間内に解いていかなければいけないのかっていうそこの目安を把握しながら勉強していくのと、まあ、知らずにやっていくのでは全然学習の効率が違ってきますので一度まあ過去問とかをダウンロードしていただいてそれを時間を計って解いてみるというのもやってみるといいかと思います。で,できれば まあ去年の問題よりは、あのおととしの問題とかを使ってもらった方がいいかなと個人的には思います。去年の問題はだいぶちょっと経路が違ったので。あのおととしとか、あるいは三年前とか四年前とかですね。この辺の、まあレベル間の問題っていうところを、まあ一つ目安に考えて勉強を進める方が精神衛生上もいいかと思います。 去年かなり難しいんでこれ解けるようにならなきゃいけないのかっていうふうに思っちゃうと、まあ、どうしてもねちょっと学習するモチベーション下がっちゃうんですけど、まあ、2年前3年前ぐらいのレベル感のものであれば今でも結構解けるじゃんって感じだと思いますのであの割とそれを見ればねモチベーションも上がってくるかとは思いますので一、まあ、つね目を通してみてください、はい、で次の2番はさっきも言った通りとにかく慣れるですね 管理会見についてはもうね、これ、一つのキーワードとして、まあ、伸ばすではなく、伸ばすのではなくて、慣れると、この作業をとにかく心がけると。管理はもうこれから伸ばす科目では全くありませんので、慣れる科目だというところですね。まあ、そこを一つスローガンに考えて、ですね勉強を進めてみてください。で、丸三番も、まあ、これもちょっと先ほどから言った内容とかぶる部分はありますけども。 まあ、とにかく理論っていうのはある程度暗記しなければいけないという話ですね。もうすぐに典型論点については吐き出せるようにしてそこでまあ時間をいかに節約して計算の方に1分でも多く時間を回せるか、まあ、それがすごく重要な作業ということにはなってきますのでもう理論がこの計算っていうのを牽引すると考えていただくといいかと思います。またまあ、ね、 あの理論対策を行うことによってある程度、その計算の趣旨とかっていうところも、まあ、理解が、ね、深まる側面っていうのもあったりはしますからあの理論の理解をすることによって、まあ、計算力のアップにもつながるというねそういった側面もありますので、まあ、ある程度まあ理論についてはですね、まあ、暗記をするという作業ですねこれを心がけてください。でまた4番もね管理会計全体に関する話ですけど、まあ、とにかく時間のかけすぎですね、まあ、これはやめましょうと。 あんまり時間かけすぎてもコストパフォーマンスのいい科目ではありませんので、まあ、それだったら他のね、租税法とかあるいは選択科目の勉強してもらった方がよほどね、あの点数にはつながっていくかと思いますので、まあ、管理会計については必要最小限の努力で、まあ、最大限のパフォーマンスが出るようにあのこれから計画の方を立ててやっていただくといいかなという,ふうには思います。はい もう追加でやるべきことは本当にほとんどありませんのであの既存の教材を使いながらこの論文のグレードアップ当連だけですね、まあ、これを時間を計ってやるという作業をまあ最低限やっていただければ本試験十分戦えるレベルになるかと思いますので、まあ、その作業だけは、ね、あの必ずやってみてください。はいまあ、以上が管理会計についてのお話ということになりましてで最後、も続けてちょっ経営学の方ですを、ね、やっていきたいなと思います。 経営学ですねで経営学に関しましてはこれまあ1回目の講義でもお話をしていることではあるんですけども、まあ、これ分野として大きく分けてこの経営管理組織論とか戦略論って呼ばれる分野とあとまあ財務管理と呼ばれるファイナンスあるいは金融工学とかって呼ばれる分野ですねこのまあ2つの分野に大きく分けることができます。 で基本的に50点、50点の配点でもう事前に決まっているので配点ベースで見れば別にどっちが重要ってわけでもないんですけどもただ圧倒的にその受験科目としては財務管理の方がです、ね、重要な意味を持ってくると考えていただくといいかと思います。どうしてもこっちの経営管理組織論とか戦略論とかっていうのは組織とは何かとか戦略とは何かとかっていうのをテーマにしている学問ですので抽象度が非常に高いと。 で範囲が割と合ってないようなものなので、まあ割と本当に何でも出てきます。もう何でもありの分野ということになりますのでもう一般教養みたいな話とかも出てくることがありますからね、まあ、3年前とか4年前とかは例えばあの代表取締役ですね。 まあ英語3文字で何と言いますかということで、まあ、CEO って書かせる問題出てきたことがありますけど、まあ、それって別にあの経営学のそういった分野というよりは単なる一般教養的な知識を問うような問題ということになりますので、まあ、あの対策のあんまりしようがないところが少なからず含まれてくるんですよ。 だからこの経営管理の分野については多少失敗しても大丈夫なように財務管理の分野こっちはちゃんと範囲も決まってますし割とカチッとしたものが出てくる傾向がありますから、まあ、勉強すれば点数に結びつく分野です。だからこちらであの安定して高得点を取れるようにしておいて、まあ、経営管理が仮に失敗したとしても十分にカバーできるように、まあ、対策を取っておくっていうのが、まあ、受験対策上重要な意味を持ってくるというところです。 で経営学は本当に難しい問題はどっちの分野でも問われることが稀ですのでもうかなり簡単です正直だからあの経営学は素点ベースで見た時にも大体55点ぐらいっていうのが合格ラインの点数になってきますさっきの管理会計なんかはもうね2年とか3年とか勉強しても30点台の点数とかしか取れないのに対して経営学って3か月ぐらい勉強すれば素点で55点とか60点とか普通に取れますから まあ、いかに問題のレベルとしてはそんなに高いものが出されていないというのがまある意味、ね、勉強すればがりがり点数が伸びていく分野なのであのやればやるほど、ね、力がついていきますし、まあ、あのやったことがね割と成果に反映されやすいので、まあ、モチベーションも、ね、上げて勉強はしていけるのかなというふうには思いますね。はい で例年ですと、だいたい経営管理の分野で50点ぐらい点数取って、財務管理の分野でまあ7割弱ぐらい取れればですね、あの合格ということにはなってくるので、まあ、これぐらいの点数を一つの目安に考えて、まあ、学習の方を進めていただくといいかなというふうには思います、はい、で一応、両分野の簡単な比較をしているんですけれども、まあ、経営管理の分野は一応、大問2問ですね、出題されます。 まあ大問2問っていってもほとんどが用語を答えさせる系の問題ですのであの用語を5個とか6個とか答えて終わりですからあの大問っていうほどの話ではないですね。ただ一応25点25点っていうふうにあの総合的な問題っていうところが2つ用意されてるっていうところが特徴としてはあります。で一方財務管理の分野はここ最近は基本的に大問が4問。 昔はは大問,3問でした。これはまあ蓋開けてみなないとどっちになるか分かりません。まあ、別にどっちでもねあの難易度が変わるわけではないのでどっちでもいいとは思うんですけれども、まあ、あの一応大問4問っていうところをね、まあ、想定しておいた方がいいかなと思いますね直近の試験に合わせて。で、まあ、先ほども言った通おり、まあ、この財務管理の分野は範囲が狭いと経営管理の分野は範囲が広いので、まあ、とにかくまあ経営管理の分野は結構暗記しなければいけない分量が多いんですけども。 まあ財務管理の分野を覚えなければいけない量というのはそう多くはないのであのこっちはね結構暗記量というのは少ない分野ですけど、まあ、理解を心がけていかなければいけないというのがあのこの分野の特徴としてはあるかと思います。はい、で具体的に使う教材というか、ね、これからメインで使っていただきたい教材は経営管理はこの一問一答,です、ねまあ、一問,一答問題集というのをメイン教材に置いてください。 これまあ,あの経営管理のかえ分野についてはものすごく薄い教材です。本当に薄いですものすすごい薄いですねあの,担当の時の管理会計の一問一答とかの大体、た多分5分の1以下だと思いますね。まあ、10分の1ぐらいかもしれない、もしかしたらね。まあ、それぐらいの厚さですので、かなり分量は少ないので、あの一瞬で回転できる教材となっていますから、まあ、これで用語対策っていうのをしっかりとやっていただくと。はい、でもあの これまあ教材ねまたあの届いたら手に取って見ていただきたいんですけど左側に基本的に用語の穴埋めで右側に用語の定義が載っかっているそういう教材なんですけれどもあのその左側のの用語の穴埋めがでできれば最悪も、OK、です一応その12月担当を受かっている人とかはあのその右側の用語の定義も答えられるようにしましょうねっていう風な案内はしているんですけれどもそれやってると結構回転率が悪くはなるので。 この今から限られた時間の中でやっていく際にはもう右側の用語の定義っていうところまで自分でその正確に書けるようにしなくても結構ですので、まあ、最悪左側の用語の穴埋めっていうところができるようになれば OK とでもう既に結構知ってる用語とかも中には含まれてると思うので全くのゼロベースの科目っていうわけではないと思います大体いいどっかで何か聞いたことあるなとかっていう話も含まれていますから あの見た目はね、結構、用語とかの分量は多く見えますけれども、あの意外と進めてみると、ガリガリ進むかと思いますのであの、1日2日あればね、1回転させることは全然できるかと思いますね。はいまあ、これをとにかくメイン教材に使ってください。で、財務管理の分野については、これはもう基本的に当連ですね、ロングレ当連。まあ、これ、特に1回目から6回目ぐらいまでですかね。 まあできれば全部やってもらった方がいいな望ましいんですけどもいいな確かなんですけどあの、まあ、最低限6回目ぐらいまでできていれば、まあ、基本的な論点については一通り網羅していることになりますので、まあ、これを回転用教材に活用してもらって、まあ、本試験を乗り越えていくとまあこれだけでね結構足りるのかっていうふうに不安に思われる方もねいるんですけど心配だったら過去問もやるとね一番望ましいですね過去問プラスアルファで過去問ですね。 必須ではないんですけどあの結構ファイナンスの分野については過去問やるっていうのは学習効果的には望ましいですねで一応レックですと過去問レビューって講座を出しているのでこれが平成18年ですね新試験になってからの過去問をすべて集約しているものになりますのであの全部で去年前の試験が入っていますから13回分ですかね 13年分の試験が1冊に入っていますのでそれのファイナンス部分だけを解くっていうふうにしていただくといいいかと思いますこっちの経営管理の分野は別に過去のものを見ても何も分かりませんから意味がないんですけど財務管理の分野については過去と類似の問題が出てくる年っていうのもあったりもしますし基本的に範囲が狭いのでそんなに手を変え品を変えいろんな出し方ができる分野ではありませんからこれ13年分ぐらい過去問やっておけばですね相当大きなアドバンテージになるかと思います。 で13年分やるってなるとあの財務とか管理だったらすごい大変ですけどファイナンスだけだったら13年分やるって言ってもその1問解くのに大体その1回分解くの1時間以内には終わったりしますから、まあ、13年分解いても全部で13時間とか14時間で終わるでしょうからそんなに膨大な時間はかかりませんしで回答を見れば大体分からない問題でもすぐにあこう解くのかってことが分かるかと思いますので、まあ、そんなに構造的な問題とかもあったりしませんから復習もやりやすいですし、まあ、割とね これだけの年数の過去問をやるっていうのはあの一見、負担に思えますけど実はファイナンスの分野についてはそんなに大きな負担にはならな,くて、まあ、な,らないのかなと思いますので、まあ、ぜひそれは、ね、ちょっとやっていただくといいのかなと思います。はい、でこれはもう本当に試験員の影響とかを、ね、基本受けない分野ですので、まあ、誰が試験員になっていようともう本試験の問題というのは割と安定感を持って出されているという特徴がありますから、まあ、この業界的に あんまり過去問やるって言うのは習慣としてないかもしれません。けれども、も、まあ、やっておいて損はないかと思います。で、経営管理の分野は結構試験委の影響を受けやすいので、まあ、その時々の試験委の先生がどういう研究分野ですね。持っていてまあ、どういうことに関心を持っているのかっていうのが、出題内容に影響される分野ということになりますので、まあ、どうしても水物ですね。 何出るかっていうのは本当に蓋を開けてみないとわからないっていうところなので、まあ、私も割とあといつも本試験開けけるのは計画だけはだ非常に怖いってところありますね管理会計とかはねそんなとっぴなものが出ることないですけど計画って本当に何が出るかっていうところがあの予測できない部分っていうのが少なからずあるので、まあ、あの蓋を開けてみないとね出たものっていうところは本当にわからないというところで結構怖いところではあります。 ただ、まあ、とにかく経営管理の分野は用語を答えられるかどうかというのが本試験でも重要な意味を持ってくるので用語対策というのを中心に行ってください。で財務管理についてはこれはもう基本的に簿記とか管理会計の勉強と何ら変わりはないです。 もう原理とか原則っていうのが存在する分野ですのであの、まあ、理解を、ね、していくっていう学習を進めていただくことになりますから基本的な問題っていうところの演習を通じて一個一個の論点の理解を深める作業をやっていただくと本当に簿記と管理の計算の対策と全く同じことをやっていただくことになります。 だからまあ特殊なことは、ね、やる必要性ありませんので、まあ、基本的な部分はこの論文の答弁の中に含まれていますからそれをやった上で過去問とかに目を通してみるというのが、まあ、これが流れとしては望ましいのかなと思います、はい、ただまあいきなり答弁をってといってもそもそも講義を受けていなかったら話にならないのであの3ページにもありますけども、まあ、これからの優先順位と留意事項ということでとりあえずまず講義を受けていなければ講義これ受講してください まあこれまでファイナンスとかね特に勉強されたことないのであればあの一旦講義を聞いてもらった上で当連の復習などをやっていただく方が学習効率の面で優れてるかなと。で割とねファイナンスとかっていうのはあの講師とかを覚えていればね本試験の問題とかも対処することができることが多いのでもう講義を聞かずに、まあ、公式だけ暗記するって方も中にいるんですけども、まあ、そうなってくると少しひねった問題とか出てきたときに対処できないので。 やっぱりなんでそういう公式になるのかっていう理論的な背景とかを押さえている人には負けますから、まあ、それはもう講義を聞いてね勉強してもらった方が圧倒的に学習効率としては望ましいので最低限このファイナンスの分野を取り扱っている1回目から10回目までですねここまではちょっと頑張って講義を聞いてください1回目から10回までとで11回目から17回目まではこれは理論対策、まあ、経営管理の分野を取り扱っているんですけど 経営管理の分野は正直、結局、用語を答えられるかどうかがほぼすべてと言っても過言ではないので、あんまりそんな理解とか関係ないんですよ。もう知ってるか知らないかっていうのはほぼすべての分野と言えますので、もう7回分ですね、講義をまあ聞くっていうのは、気になる方は聞いてもらっても結構ですけれども、もう最悪、時間のない中であれば、まあ、優先順位は高くありませんので、もう11回目以降の講義については飛ばしてしまって、資料だけまあ目を通して、それで対策を取っていくっていうのが効率的かなとは思います。はい 2つ目として、まあ、この講義を受講した後に、まに、あ、とにかく問題集、まあ、問題集はまあこれはあのどっちででも結構です、まあ、余裕があればって感じでいいと思うんですけどもうこの当連だけ解いていただくっていうのが一番コストパフォーマンスとしてはいいかなと思います。 まあ、集を解く前にね、一旦問題集で鳴らしてとていうのもありかとは思うんですけども、まあ、どっちもやってると結構時間はかかってくるかと思いますので、まあ、基本的に等連メインでやっていただくとと十分かなともう問題集を始めからやらないならやらないと決めてしまった方がいいかと思います、はいでまあ、どっちか、ね、使ってとにかく反復演習をしてもらって知識の定着を図るという作業を行ってください、はい、でその後この先ほど言った過去問ですね、まあ、これを見ると まあできればまあ5回分ぐらい最低限見てほしい。まあ、最低5回分ぐらいですね。で余裕があれば本当に10年とか十数年分見るという感じでやっていただくといいかと思いますね。本当にこの業界は割とあの過去問とかを軽視するというかそういう風潮があるんですけれども、まあ、この範囲が変わらない科目については過去問を見るっていうのはまあ勉強していく上ですごく有効な。 対策になってくるんですよまあ、これは管理会計でも同じことが言えますね まあ、当連を解くっていうのでもいいんですけども、まあ、過去の、ね、そういった本試験をオマージュして作っていますからただやっぱり本試験特有の何かねあの表現の仕方とか資料の与えられ方とかっていうのがありますので、まあ、そういうのはね当連よりもやっぱり実際の本試験に目を通してもらった方が雰囲気とかはつかまえていいのかなとは思うので、まあ、管理会見も本当は時間に余裕があれば過去問目を通していただきたいんですけれどもただまあそこまでやってる時間はなかなかないでしょうから、まあ、少なくとも計画はちょっと過去問を見るというふうにしてください。 で最後の、まあ、経営管理の分野についてはこれもさっきも言った通りとおり基本的に範囲は膨大ですけどもあの用語を答えられるようにするということを、ね、心がけていただければそれで OK ですのでもうなるべく時間はかけずにですね隙間時間で勉強していただくのが望ましいです。 まあなんかの移動中とか、ですねあるいはなんかお風呂入っている時とかですねそういうレベルで結構ですのであの隙間の時間を使ってその一問一答問題集を使ってあの用語の対策をしていくっていうのを心がけていただければ、まあ、それでも最低限の点数は取れるかなと思いますので、まあ、これからは、ね、なるべく効率的な対策っていうところを考えて、まあ、これから学習計画作って勉強の方を進めていただければなとは思いますね。ね、はい まあ以上がね、まあ管理と経営の対策ということになりまして、まあ、あの、結構この、 6月の下旬から8月にかけてもう残り2ヶ月ぐらいしかねあの本試験までは時間はないわけですけどもただまあこの2ヶ月ね本当に頑張ることによって向こう1年間ひ、まあ、いてはねもしかしたらあのこの先の人生に大きな影響を与えるかと思いますのでぜひこの2ヶ月はですねちょっと諦めそうになるかもしれませんけれどもあの最後までねちょっと気持ちを強く持ってあの本試験当日を迎えていただければなと思います。はい まあそれではですね、まあこれでえまあガイダンスについては以上となりますので、何かご質問とあればおっしゃってください。それではお疲れ様でした。